It's time to learn more for the beautiful next 100 years. Welcome to the new radio social community with Kinimansu Kamoto Niki. Ashita no kareji. になりました。TBS ラジオからお送りする明日のカレッジ気になる塚本にきです、えー。昨日と今日でね、まあ本当にあのー、ちょっとさっき知ったばかりの、えー、ニュースなんですけれど、まああのー、気になるニュースがございまして、岸田総理大臣が脱炭素化を進めるために新たな担当省を作ったあ、作ると発令したそうです。その名もですね、GX。 GX、かっこいいですね、この GX は何の略かと言いますと <coughs>、グリーントランスフォーメーション実行推進担当大臣略して GX。はい、まあね、あのー、最近はやたらこう DX、デジタルトランスフォーメーションということが、まあ、話題になってますけれど、まあ、それにちょっとこう。 うん、狙ってるのかな、うん、まあ、和訳すると緑の改革という感じだと思いますけれど、22日の夜にね、軽井沢で経団連の会合が開かれまして、そちらで岸田さんは、この GX ・グリーントランスフォーメーションを実行していくことで、日本の経済、社会、産業構造を転換していくと述べたそうですが、グリーン、緑の要素どこ で、って私はちょっと思っちゃいました。私はちょっと切り続けすぎるのかな。まあ、これの話についてもね、ちょっともう少し詳しく、今日のバディとお話できたらなと思っております。今日のバディは、環境アクティビストの黒部むつみさんです。お願いします。黒部むつみです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうですか、黒部さん、今日のこのニュース。そうですね。いや、でも、結構経済。チックというか、経済。<laughs> な感じ強いなっていうのは、まあ経団連のね会合でしたからね。はい、で,でしかも経産省の大臣をしている萩生田さんがこう兼任するっていう形っていうところと、うん、やっぱりこの GX を進めることで経済でこう社会とかそういう構造を変えていくっていやっぱりこうそこにこう政府は重点を置いているんだなっていうのがすごく伝わってきましたね。伝わりますよね。うん、まあそのそもそもね脱炭素化を進めるための GX、うん なんだけれど、まあそのまあ、岸田さんご自身の言葉では経済、社会、産業構造を転換していく、うん、ここに例えば気候変動対策とか、うん、エネルギー問題の解決とか、うん、そういう言葉が、まが、あ、もしかしたらあっただけで、まあ、ニュースでは報道されてない可能性もあるけれどなんかちょっと何、うん、でしょうねこの物足りなさを感じる私はそうですね <laughs> こうやっぱりかん環境とか自然とか。 そういう観点がちょっと少なめなんじゃないかなっていうのはこ,うかん、まあ、これからどういうことが進められていくかっていうのはまだまだあの見えてないのでこう何とも言えないですけどそこもちょっと出てきたら嬉しいなというのは。 思いますこの脱炭素化を進めるための取り組みとしてこの GX、えーまあ、グリーントランスフォーメーション実行推進担当大臣だけじゃなくてもう一つスタートアップ企業育成の司令塔となる担当大臣も新たに えー、作りますと、うんまあ、新設しますということなんですけれど、まあ、スタートアップ企業を、えー、こ,のこれから5年で10倍増やしていくことを視野にしているそうでスタートアップ企業がもっと増えれば脱炭素化につながるっていう ことななのかなってちょっとね、私の拙いあいニュース解析力だと、これぐらいしか見えてこないんですけれどうそうですねでも、私の希望としては、今、再エネを進めるこう小さい会社とか、地方の会社とかが新しくできたりしてるので、うん、そういうところ、そういうスタートアップの会社にこうしっかりお金が行くようになったらいいなって思っていて、去年とかで再エネの会社、結構潰れちゃったりしてるんですよね、ちっちゃいところとかは、えー。はい なのでそこにもっとお金が流れるようになって今原発とかそう新しい火力の開発とかにもお金がたくさんいってるんですけどそういう今本当はあったのになくなっちゃってる再エネのところとかこれからできてくるそういうところにもお金が行くようにで今回新しくできたところにもこう結構大きなお金が投資されるという情報なので。うんうん そのお金がしっかり使われていったらいいなと思いますね3円の会社がた結構潰れてしまったっていうのはい、何かこううまく回らなかったものとかがあったんですか、ね、そうですすねそう物価が上がってっていうのの影響がこう結構、電力のエネルギーの構造的に物価が高くなると、うん、こうその電力の会社も苦しくなるような仕組みなんですよね、うん、今結構。こう政府が管理してるのに 影響されるようなな仕組みになっててそこにこう影響されないような仕組みにする動きも今あるんですけど、うん、今まだこう移行中っていう感じではあるのでか確か30社ぐらい。 もう倒産してしてててまっていて去年だ、はい、からそこすごく悲しいなと思っていたので、えー、そんなにんまあ、いやもちろんねあの企業の力なしにはあの新しいエネルギー産業とかあの本当にこう効果的な取り組みっていうのはもう不可欠できないわけですけれどあの私としてはねもう少しこの。 なぜ脱炭素化が必要なのかっていうところをもう少し強めに打ち出してほしかったなっていうのは個人的なな思いなんですよねうん、うん、そ脱炭素化っていう、まあ、本当に、ね、どんな言葉でもそうですけれど SDGs とか LGBTQ とか、うん、あの言ってるだけっていうふうになってほしくないなって私は思うんですよね本当にこの危機的な問題こう危機感とか時間がないっていうことがあまり伝わってない。 なっていうのは感じますしその軽い沢でやってたって絶対涼しかったでしょとか思っちゃいますよね <laughs> 確か,確か今すごい暑くていや本当に気候変動今 <laughs> 本当に深刻なんだなって今やんないと本当に間に合わないんだなっていうのを私は日々感じるんですけど、はい、感じてるみたいな軽井沢でち。ちょっと思っちゃったりしましたよね <laughs> いや気候変動温暖化って言ってますけど今年は涼しいですなとか言ってたら嫌だね危機感がしっかりこう伝わるような発信がこれから こうくることを期待したいなと思います。うん、真夏の軽井沢はね、寒いですよ。<laughs> 私風邪引いたことあるもん、軽井沢い。いや、本当ですか。寝込んでんのどこも行けなかったから。<laughs> 寒い寒いって。はい、まあ、そんなね、まあ、本当にあの気候変動、気候危機。でね、うん、今はまあ、言う方が正しいと思いますけれど。はい、まあ、それを、あの、少しでも早く、えー、食い止めるために。まあ、さまざまな取り組みがね、日本だけではなく、世界中で、えー、行われていますが。 今日はですね皆さんと語りたいテーマ、えー、こんなものでございます。身近にある失いたくないものとは。はい。ええー、まあねこの。 このテーマの、えー、まあ理由と言いますか、まあその今現在地球の平均気温が1.5度上昇するまでの残り時間をカウントダウンする時計があります。これ渋谷駅のね前の、はい、観光案内所にもそうある,あるんですけれど、これクライメートクロックというものでして、えー、これがねまあ私たちの取り組みの次第でこのタイムリミットがまでの時間が長くなったり短くなったりすることもあるんですが。 まああのー、ちょっとね残念なんですけど先週、このクライマックロックのカウントダウンが7年を切ってしまいました。はい 私たちに残された時間は現在クライメートクロックドットワールドというホームページを見てみますと6年359日2時間と51分17秒16秒15秒と1秒1秒ずつ減っていってるわけですけれど、はい、これに関してねあの黒部さんは <laughs>、はい、あの活動家の仲間の皆さんと こうイベントをしてそうなんです、うんはい、先週ちょうどこの7年を切ってしまう前夜にこう今まで一緒に活動してきたいろんな NGO の方とか団体の方で集まってこう7年を切っちゃうけどこの危機感を共有しつつも,もうポジティブにこう今,今ならまだ間に合うっていうことを確認し合ったりこうお互いの今のこの辛い思いとかこう希望を抱く思いとかを共有し合う場になったらいいなっていうことでイベントをしました。のので、うん、その 様子とととかはちょっっ時代に詳しく話せたらなと思っていますぜぜぜひぜひぜひ皆さんにとって、えー、もしこのまま、えー、温暖化気候変動が進んで、まあ、地球が本当にもうね人間が住めるような状態じゃなくなってしまうかもしれないという、うん、まあその、まあ、ちょっとこうディストピアなイメージはねもう持たなくてもいいんですけれど今皆さんの身近にある失いたくないものというのはどんなものでしょうか。 環境の変化によってはね大事な人や物仲間場所、うんえー、さらには動植物、えー、綺麗な景色いろんなものが失われてしまうかもしれないという、えー、そんなね、まあ、ちょっとこう危機感をちょっとふわっと共有しながら皆さんの失いたくない大切なものを教えてほしいと思います。例えばね、まあ、美味しいものも気候変動でね食べれなくなってしまうかもしれないし。うん 楽しい場所とか、えー、夏フェスみたいなねイベントっていものもそれどころじゃないってなってしまう、うん、そんな未来は嫌だなというそんな気持ちと一緒にあなたが失いたくないものを教えてください。はい、はい。えラインでもねすでに、えー、皆さんからちょっと届いてますけど、はい、どどんなもの届いてますか？はい、えっ、ー、とラインに届いたのでまどちゃんさんからです。えっ、ー、と失いたくないものそれは町内の人です。 世の中冷たい中、えー、やっぱり人は暖かくてストレス発散になり楽しいですものだとスマホやタブレットスマホとタブレットですっていうのが来てますね、うん、でも本当にこう地域のつながりとかコミュニティってすごい大事だし、うん、こう子育てとか教育とかの上でも大事ですけど環境っていうのを考えた時にこう地域ごとのつながりとかこう小さい塊での こう循環っていうのはすごい大事なので、やっぱりそこ残っててほしいなって私も思いますね。うん、ね緩いんだけれど、いざという時に頼れ頼り合える、うん、中ってね、うんはい、本当に大事ですよね。ですねはい、皆さんからの失いたくない身近なもの教えてください。えツイッターはカタカナでハッシュタグ明日のカレッジローマ字えメールはローマ字で明日のアットマーク TBS ドット CO ドット JP えー、LINE の方ではカタカナで明日のカレッジと公式アカウントを検索してそちらから送ってください、えー、皆さんからの普通のお便りも今日はお待ちしております最近あったこんなことあんなこと何でも教えてください11時代後半で紹介できたらと思います。 えー、そしてこの後はネクスターズルームですが今日はですね南アフリカで唯一の日本人サファリガイドを務めている太田由かさんとリモートでつなぎサバンナでの野生動物の環境保護活動について聞いていきます楽しみです、えー、それでは今日の1曲目は、えー、今日のバディ黒部さんのプレイリストからお届けしましょう今日はどんな曲でしょうか、はい、今日はライさんというバンドのグループのテイクイットイージーという曲 ですなんかこの雷さんは、うん、お笑い芸人をやっているラランドさんのボーカルを<う>あのサーヤさんという方が務めていて本当にいろんなことに挑戦していていこうフリーランスでフリーランスとか自分で会社をやっていて、うんうん、本当にいろんなこうマーケティングみたいなのもやりますしバンドもやるしこう自分で作品作ったりとか。 いろんなのしていてこう幅広く活動する活躍するっていうのをこうああ体現してくださってるのがすごいかっこいいなと思って私もよくこの曲を聞いてますいいね、はい、じゃあぜひ聞いてみましょう、はい、ライさん Take it easy 皆さんこんばんばはよろしししくおお願願いいまますお願いします、はい、こちらですねクライメートクロックドットワールドというホームページ、ね、気になる方はぜひこの公式サイト見てみてくださいここのてっぺんの方にね、えー、6年359日2日と46分と363534秒というふうにね <laughs> こうリアルタイムで私たちに残された、えー 気温が平均気温が1.5度上昇するまでの残り時間が載っています。これ本当にね、もうあのめちゃくちゃ高度な技術を持ったサイエンティストたちが割り出した、そうですはい、あの時間でして、でこれもね、はい、我々の活動によって、はい、短くなったり長くなったりする政府、ね、がこう目標値を高くしたりとかすると伸びたりもしますし、でも排出量増えててこう予算がなくなってきてたりすると、うん、ぐんと減ったりもするので私たち次第。 ですよねはい、はいまあ、2029年と、ね、いうことですよ、ね、98ぐらいですね。なので皆さん、まあ、そういうところね、まあ、なんとなく頭の片隅に入れておきながら今日ののテーマ「身近にある失いたくないもの」どんなものでしょうかぜひ教えてください。い YouTube のチャット欄、えー、LINETwitter メール何でもお持ちしております。はい <laughs>、はいい最後までお付き合いください it's time to learn more. 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 more for our next 100 years, years. 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 no karegi 時刻は10時16分になるところですここで TBS ニュース吉田和さんお願いしますこんばんはお伝えいたします気象庁は今夜埼玉県に記録的短時間大雨情報を発表しました記録的短時間大雨情報はその地域にとって数年に一度しか降らないような記録的な大雨が短い時間のうちに観測されたことを伝えるものです気象庁によりますと 午後7時までの1時間に、寄居町付近ではおよそ120ミリ、深谷市付近ではおよそ110ミリの猛烈な雨が、また午後6時50分までの1時間に、三郷町白石では112ミリの猛烈な雨が降ったことが、雨量計の観測、もしくは気象レーダーの解析でわかりました。首都圏や山梨県などでは、気象状況が不安定なところが多くなっています。 土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒してください。国内で今日新たに。二十三万三千百人の新型コロナウイルスの感染者が発表され。一日に発表された感染者数として。二日連続で過去最多を更新しました。亡くなった方は百十四人で。三日連続で百人を上回りました。全国の重症者は三百四十六人で。 前の日から35人増えましたまた東京都は今日新たに4万406人の新型コロナへの感染を発表し感染者が初めて4万人を超えました重症者は27人で新たに7人の死亡が確認されました政府は医療機関の発熱外来が受診しづらくなっていることから症状のある患者が自ら検査を行えるよう発熱外来で 抗原検査キットを無料で配布することにしています発熱外来以外にも薬局や地域の外来検査センターなどに無料で配布する方針で早ければ今週中にも自治体に配布する予定です新型コロナウイルス感染者用の病床使用率について昨日時点で19の府県で50%を超えたことが内閣官房の集計で分かりました 一週間前の今月二十日の時点で50%を超えたのは七つの県だったのに対し二倍以上に増えました病床使用率が50%を超えると一般の医療を相当程度制限しなければ適切な医療対応ができなくなることから医療逼迫の目安とされます昨日時点の都道府県別の病床使用率は沖縄が最も高い88%で 近畿と九州では大半が50%以上となっていて、医療体制への深刻な影響が懸念されます。各地の医療提供体制は急速に厳しい状況になっています。おしまいに首都圏の電車の情報です。東部東上線は落雷の影響により、埼玉県内の森林公園駅と小川町駅の間で運転を見合わせています。以上ニュースをお伝えしました。 吉澤さんありがとうございましたこの後はお知らせを挟んでネクスターズルーム南アフリカで唯一の日本人女性サファリガイド太田由佳さんのお話を伺います。 For our next 100 years, for our next 100 years, Astano <laughs> College. マス塚本二輝と,にきとバディの黒部むつみがお届けしています明日のカレッジここからはネクスターズルームあらゆる分野の若きチェンジメーカーを紹介していきます今日ご紹介するのは南アフリカ共和国で唯一の日本人女性サファリガイド太田由佳さんがリモートでご登場してくれてます太田さんこんばんは こんばんは。よろしくお願いします。ます太田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。太田さんのあのリモートのあのバーチャル背景がものすごい大自然なんですけれど、これはどちらの写真ですか？ これが本当に私の住んでいる五穀サバンナのもう家を出たところの景色なんですが。これは今ちょっとバーチャル背景なんですけど、本当に家の外はこんな感じの世界に住んでいます。もう玄関開けたら一秒でサバンナって感じなんですね。<laughs> そうですね。玄関開けたらちょっと柵があって一応その氷とかがお庭に入ってきてしまうと危ないので、<laughs> すごい,すごいちょっとしたお庭はあるんですがそのお庭の外はもうサバンナになっています。まああの見渡す限り大々草原でまああの遠くにねこう山もこう見え、うん、山脈も見えますけれど、うんはい、この。 サバンナでお暮らしになっている太田由カさんのプロフィールをまずご紹介しましょう、えー、太田由カさんは1995年アメリカ・ロサンゼルス生まれ神奈川県で育ちました立教大学観光学部在学中に南アフリカに留学され、えー、南アフリカ政府の公認サファリガイドの資格を取得されました 大学を卒業後2015年からら南アフリカのサバンナで暮らしていてい日本人女性で唯一のサファリガイドとして野生動物の環境保護のために日々活動されています現在は日本に一時帰国中ということですけれど、はい、このサバンナという場所黒部さんどこだかかわりますいやこう言葉はよく聞くんですけど、うん、どこかとか言われてもピンとこない。 なあっていうのありますね、うん、南アフリカのどのあたりにサバンナってあるんですか、太田さんはいサバンナは要はバイオームと呼ばれる生物群体なんか生態系の種類の名前で例えば砂漠があったり森林があったりという感じでサバンナがあって、うん、南アフリカでは比較的北部の方南アフリカはアフリカ大陸の一番南にあるんですが、うん、その中の北部の方に広がっているあのバイオームになっています。はいまああの 例えばその、ライオンキングとかでね、なんかまあ見たことある人もいるかもしれませんけれど、アニメで、あの実際の規模というのは、どれぐらいの広さなんですか、はい、私がいるのは、まさにそのディズニーのライオンキングみたいなのだと、多分おそらくあの、ケニアとかタンザニアとか、あの東アフリカの方のサバンナをイメージされてるかなっていうふうに思うんですが、うん、南アフリカのサバンナは、もう少し木が生い茂っている。 ウッドランドって呼ばれるタイプのサバンナで、はい、クルーガー私が住んでいるクルーガーの広さとしては。もう日本の四国がすっぽり入ってしまうぐらいの、かなり大規模なエリアが全。すべてあの保護区として守られています。四国サイズの保護区。 でも本当に大草原というかもう超草原って感じなんですかね。<laughs> 超,超草原って感じですすねはてるんですけどはい、はい、でそ,そこで、えー、太田さんはサファリガイドとして、えー、活動されてるということですけれどもともとは大学で観光学を勉強されてて観光のお仕事をしたいと思ってたんですか もともとずっと動物を守る仕事がしたいとうう思っていてで,でも、結局その環境保護をお仕事にするっていうのがどんな職業があるかやっぱその大学入試の時にはイメージできていなくて、うん、なのでとりあえずたくさん受けている中で受かったのがそこだったので立 <laughs> 教大学の観光学部に入ったっていう少しちょっと安直な経緯だったんですが、うん、まあ結果的にサファリガイドも観光業なのでつながっていてよかったなというふうに考えています。なるほどね、うん、自然保護もも観光業も、まあ ダブルでできる仕事ってなななかないかかいもしれませんね。はい、はい。で、南アフリカに留学されてで初めてそこでサバンナを間近でで見たんですか、はい、一番最初にサバンナに行ったのは大学2年生の時にボランティアで行ったのがきっかけだったんですがそのボランティアの時に初めてのアフリカ初めてのサバンナでやっぱりその人間と アフリカゾーだったりライオンとか大きな動物たちが柵もなく一緒に共生しているその世界にすごく圧倒されてあありがとうございます写真が出ているんですが,<ー>が今 YouTube に、ね、ちょっと画像が出てるんですけれど、はい、これは大きな川を象が渡っているところですか、はい、はい、これは南アフリカで撮った写真なんですが本当にこんなような景色がポツワナにも南アフリカにもずっと広がっていてやっぱりこれまでいろんな景色は自然を見てきてはいたんですがやっぱりこの 南アフリカとボツワナのこのサバンナの生態系には、何か違うものを感じて、ここで働きたい、ここで環境保護をしたいって。あの感じるようになりました。なんか私の思ってたサバンナのイメージと、ちょっと違います、ねあ。そうなんですよ。<日> <laughs> やっぱりライオンキングのイメージすごい強いので、<laughs> こんなに木とか生えてるんだみたいなのも思いますし。でも私が知ってる木が生えてるこう山とかとはまた違う雰囲気があって。うん ね、人の手があんまりかか関わってないって感じしますよねこのクルーガーのエリアはそこまで、まあ、ところどころ人が住んでいた時代ももちろんあるんですがずっとここで何か工作していた人がいたとかいうわけではあんまりなくて結構病気やライオンが多かったりで人ににとっっては少し住みにくいエリアだったようです、うんね、さっきさあの家の周りに柵があってそれうが,ヒョウが庭に入ってこないためって言ってましたけど<笑><笑>そんなに至近距離で動物とばったり会うってこともあるんですか 基本的には動物も人間に対して本能的恐怖心を持ってくれているのでわざわざ人間を襲いに来るっていうことはまああんまりないんですがやっぱり向こうもこっちも気づかないなりでくわしてしまうっていうのが実は一番危なくてお互いびっくりして。えー やっぱり動物側もうびっくりすると自分の身を守るために仕方なく人間を襲ってしまうということが起こりうるので特に彼らがやっぱり活発になる夜行性の動物なのでその暗い夜の時間はお庭を歩くのも絶対懐中電灯を持って歩いたりとかやっぱり最低限の気をつけながらの生活にはなっていますいやそんなところで暮らしながら、ねうん、日々どんなお仕事をされているのかもすごく聞きたいんですけれどもともと環境保護の えー、お仕事に就きたかったということで現在は、まあ、その環境と動物の保護にも携わってると思うんですけれど実際にサバンナであのガイドをしながらどういった問題に出くわしたりするんですか そうですね実際にそれこそサバンナでサファリガイドとしてのお仕事としてはそのお客様を連れてサファリの中野生動物を探しながら案内するっていうような活動になっているんですがやっぱりその中でも時々その動物が罠に引っかかってしまっていたりとか、はい、密漁者が残していく罠が結構サバンナには落ちてしまっていて<ー>その罠に引っかかってしまっている動物を見かけたりあとはまあその罠だけが残っていたりっていうそういうシーンには結構出くわししたりしますねそ手作りの罠なんですか そうなんですやっぱりこの密漁の罠っていうのはどちらかというと生活が苦しい地元の人たちがやっぱ明日生きるためにっていうので、まあ、保護区の中にいる草食動物インパラとかヌーとかその食料にできるようなものを狙って安く手に入る針金で罠を仕掛けていくんですが意外とすごく上手に作るので。 もちろん、インパラ狙いのインパラが引っかかることもあればそこにヒョウが引っかかってしまったり象の鼻が引っかかってしまったり、うん、ライオンの首が引っかかってしまったりという感じで結構まあ狙っていたもの以外の多くの動物たちに結構大きな被害が出てしまっているのでこちらもなかなか解決の難しいいろんな問題と絡まっているのであの難しいところではあります。 なんかこう私も今環境活動を結構メインでやってるんですけどこうこ,こ東京とかで働きかけるのとはまた違ったこう環境問題も解決したいけどそこで生まれるこう人の職を奪ってしまうとか生活をくくし苦しくしてしまうみたいなそういう問題がこうサバンナはサバンナなりにあるんだなっていうのを今聞いてて思ったんですけどこう太田さんの中ではその問題の解決どこから始めたらいいって思っているとか。 こう働きかけてることとして具体的にどんなことがあるかお聞きできたら嬉しいです。 はい、今私たちがしていることとしてはやっぱりそのガイドでしていく中で罠を見つけたらまあ除去するっていうのが一番原始的な方法ではあるんですが、うん、あのや,やっている活動でなので歩いて罠を見つけたら除去していくっていう活動だったり、うん、あとは密を取り締隊の人たちはもうその罠を探すっていうのを目的にサバンナをずっと歩いてくれてる人たちがいたり、うん、なので結構その地道な活動をしてくれてる人たちがいる一方でこれはどちらかというともう応急処置というか。 今できることをやってる状況なんですが根本的にはやっぱりそ,のそこに住んでる人たち保護区の周りに住んでる人たちが保護区から恩恵を受けていたりその保護区の中で働けていたりとか、うん、訓練が無償で受けられていたりとかやっぱりその教育レベルが上がったりとかやっぱり彼らも生活が苦しいから仕方なくというか、まあ、生きるためにやっていることなのでやっぱ彼らにもうまく保護区とどっちもウィンウィンな関係が築けていると。 結構罠がが少ない傾向があります保護区と周りのコミュニティの連携が上手に取れてるか取れてないかが罠の数に表れていたりはするので、うん、やっぱそういうところもだって地元の,その密漁をね、まあ、しなければ生きられない人たちにとっては別にね他に生きる方法があるんだったら、うん、わざわざ動物を罠にかけてあの、まあ、例えばです私の中のイメージでは、まあ、象の象毛とか。 あとサイの角とかあれすごく、ね、あの高い値段で売れるから、まあ、それを密漁するっていう話を聞いたことありますけれど、はい、今は結構象とかサイはどれぐらいの、えー、ターゲットにされてるんでしょうか 結構ゾウは南アフリカに関しては少なくなってはいたんですが今どんどんその3位がやっぱり数は少なくなっていて、うん、3位が少なくなってきてる分やっぱり密漁者も差異を見つけるのが難しくなってきてるので、はい、必然的に密漁件数も差異は下がってきていたりしていますなので逆に今少しずつこれまで下がっていたゾウの密漁件数が増加傾向にあったりとかなので結局は何かが解決しても違うところに行ったりとか。 あとは私の住んでるクルーガーでの密漁対策がすごく上手になったので、うん、今度は違うクワズルナタールっていう州に行ったり西の方の州に行ったりっていう感じで結局問題解決にはなっていなくて違うエリアに行っちゃったり違う動物をターゲットにしたりとかになっているのでなかなか難しいところではありますね、うん、これも。そそうねまあそのお金のために動物をねあの殺してその角とかを、ね、造形とかを取って。うん、ででそれでねああのまあ いろんな富裕層の人がなんかこう象牙の犯行とか昔ちょっと話題になってましたけれど最近はねもう日本では売られてないと思いますけど少し前はねなんか象牙の犯行印鑑なんかすごいですよみたいな感じであの売られてるの見たんですけれどなんか。 うん、そういったところがねまあ私たちが住んでる国でも、まあ、全く無関係ではないのかもしれませんけど、ね、ん問題の根本の解決ってすごく難しいんだなっていうのを今、聞いててい、うん、で国内での取引がまだ合法になってしまったりもしているのでその外から持ってくるのが違法でも国内取引が合法とかだと結局抜け道ができてしまうとかなのでやっぱりそサインのそのもう昔日本はすごく輸入していたので一番 逃避していた時代もあるぐらい、意外と歳のつのも日本との関係は深いので、うんまあ。他人事と思ってられないっていうのが、実はあったりしますね。太、うん、田さんがサファリガードとして、あの南アフリカで働く中で。あの、一番、なんかこう、あ、この仕事して良かったなって思う瞬間ってどんな時ですか。そうですね。やっぱりサファリガイドは基本的にやっぱりそのガイドをするっていうのが。メインなので、その保護活動、その。 直接的な保護活動よりもやっぱり基本的にメインのところをお客さんも連れてサバナナに出ていくてところになるんですがやっぱりその中でも最初は動物見たい可愛いの見たいって来た方たちが私たちのサファリを経験して3日後ぐらいにはあこういうふうになってるからこういうふうに守んなくちゃいけなくて自分たちも一緒に守りたいみたいな、うん、そういう思考に変わってくれた時にあすごくあサファリガイドとしてできることはできたかなっていうふうに感じるのでただ楽しみたいがあこれ守っていきたいねってすごく興味を持ってくれた時に すすごくく嬉しくなりますうんいいですねでも実際今ねあのまあコロナでなかなかサファリに行きたいっていうのも難しいと思うんですけれどそんな中であの太田さんはクラウドファンディングをやされたそうですねはいこちらはそうあのバーチャルの活動の一,の一環でやっぱりその直接も人が移動できなくなったりとかしていたのでロックダウンの関係でコロナのなので。 もういそのことオンラインで保護活動にも参加してもらおうということで現地で行うサイの保護活動の資金をクラウドファンディングで日本の方たちから支援いただいてでその支援してくださった方たちは日本のお家から画面を通してまさにその現場で起きているサイの保護活動を見てもらうっていうものを行ったので,なんですの私の後ろだったりとかヘリコプターにもカメラをつけてなので常に生配信でサイの捜索からサイを麻酔で打って角切ってっていう 全ての工程をカメラマンがずっとついて生配信で解説しながら見てくださってる方とやり取りしながら行うっていうかなり自分の支援した行いがどう使われてるのかっていうのがはっきり見てもらえるような自分も参加してるって思ってもらえるような保護活動を行う たんじゃないかなっていうふうに思っています。素晴らしい。バーチャルサファリちょっと体験してみたいですね。ねすごいですね。ぐっと自分ごとになりそうですね。しかもヘリコプターからね、こうサバンナを見下ろすのって。<laughs> うん、なんかできるだけ大画面のスクリーンでみたいな。でもいや、ね、うちのテレビ小さいかな。ね、まあ、そういったね、あの、ただこう動物かわいいすごいってだけじゃなくて。 まあ守らなければならない存在なんだっていうことをしっかり感じさせることも、サファリガイドのお仕事の大事なところなんですね、はい。はい、うん、あの今日のね。あのメッセージテーマなんですけれど、太田さんにね。ちょっと聞いてみたかったのが、あなたの身近にある失いたくないものって、太田さんにとってはどんなものですか？えもうそれこそサバンナそんなものですね。やっぱり意外とサバンナっていっぱいまだあるように思えて、本当に絶妙な。な 生生物たちのの共生関係でで成り立っているので一個一個すべてサバンナにある現象や動物の特徴には意味があってそれぞれがそれでバランスが成り立っているので意外と儚かないというか人間が何かをしてしまうと崩れてしまったりとかするのでなんかやっぱり今自分が大好きで守りたいと思ってその中に住んでいる環境は失いたくないな今後思って残していきたいなというふうに思うものですね。うーん私いつか絶対アフリカのサバンナに 行ってみたいって今新しい夢ができました。<laughs> ありがとうございます。もーチャルでもいいから行ってみたいです。見てみたい。待ちしております。はい。でまああの大田ゆかさんのねあのこの日々の活動の情報は、えー、オフィシャルサイト、えー、そして YouTube もされているそうですので、えー、ぜひ、えー、サイトはゆかオンサファリードットコム YouTube は大、えー、田ゆかという名前で検索すればいいですか。 はい、えっと床音サファリっていう YouTube チャンネルです。なので床音サファリ、まあオーディオでも多分出てくるんですが、こ、はい、ちらでも大丈夫です。はい、ぜひねチェックしてみてください。ありがとうございます。はい、小田さん最後になりましたが、えー、今日ねちょっと曲をかけたいと思いますが、どんな一曲でしょうか。 これはですねやっぱりアフリカに行く前から好きだった曲だったんですがアフリカに行ってサバンナの中でかけてみたら鳥肌が立つレベルの壮大な曲でずっとアフリカに住み始めてから7年間朝のアラームをずっとこれにしてます <laughs> そうなんですねはいそれでは、えー、太田さん曲紹介をお願いしますはいエルトン・ジョンさんのサークルオブライフです いいですね、えー。ここまでのネクスターズは南アフリカ共和国で唯一の日本人女性サファリガイド太田由かさんでした。太田さんありがとうございました。ありがとうございました。あり,したありがとうございました。ありがとうございます。 エルトンジョン、Circle of Life をお送りしました。いやこれを毎朝のアラームにして起きて玄関開けたら目の前サバンなって。すごいやですね,ねも全然生きてるところが違いますね。え、ね、見える世界も違いそうですね。いやそう行ったことないからもう想像でしかないんですけれど、ただねその。 ゾウさんがいるライオンさんがいる鳥が飛んでるとかじゃなくてもう弱肉強食の世界じゃないですか多分、うん、もう人間のこうあの道理とか理論とか法律とかも全然関係ない掟で暮らしてる動物ね,、うん、ねなんか体験してみたいねそんなの。いやなんか自分がいいかににろんなことに 縛られて生きていたかみたいなことにも気づけそうですよね。そんな広いところに行ってしまったら帰って来なくなるかもしれない。いや本当ですね。<laughs> <laughs> でもあのなんとなくだけど黒部さんだったらそこでも生きてきたような気がします。本当ですか。はい、<laughs> はい。はい。えー、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。あなたの身近にある失いたくないものはどんなものでしょうか。 ツイッター YouTube のチャット欄メールでお待ちしております。皆さんからの普通歌も、ま「ふつおた」も送ってください。 Ashitano Kalichi. Ashitano Kalichi. Ashitano College. Ashitano College. Ashita no college. Ashita no college. キニマンス塚本ニキとバディの黒部むつみがお届けしています明日のカレッジ早速読んでいきましょう今日皆さんから募集している届いているメッセージはあなたの身近にある失いたくないものとは、えー、まずはどんなものが来てるでしょうかはい YouTube のチャットで正、ま、さひと S さんから 守りたいのは動植物から人間は過ごしやすい環境を作れるけど自然の中で生きている動植物には無理だよねっていうが来ていますう確かにこう私たちが介入していくことはこう容易にできてしまいますけどそれを戻すっていうのはう難しいですし今の太田さんの話にも結構関係してきますす、ね、そうですよね壊してしまったりするのは一瞬だけど元通りにするのはもう何十年も何,なら何百年もかかることありますからね。はい うん、ともう一個、えっと、メールからえー、っと RM ストーバルさんからです。今失いいたくないものは娘2人ですできれば良い地球を残したいけど私のやってきた20年の力では無理そうなのであとはどうなるか状況によって先手の対策を教えるつもりです。確かにもう私もこの気持ちすごく分かってこう今まで気候変動を止めるためにいろんな働きかけをしてきて今もしてるんですけどこうやっぱり。 今の環境に適応することも考え始めなきゃいけないのかなって思ってしまうぐらい。本当に気候変動ね、こう暑くなったりとかを豪雨とか、本当に増えてるなっていうの。最近肌で感じることは増えたなって思いますね,ね、うん。そうよね。なんか親世代の人たちがもう経験したこともないような。うん、まあ、さまざまな自然災害がね、はい、これから当たり前のようになる時代が来てるんだとすれば。 それはちょっとねもう誰が守ってあげれるんだろうって、まあ、それはもちろん大人たちしかいないんですけれど私なんかちょうど先週先々週ぐらいに子育て支援施設にこう気候変動の講演をしに行って。 えー、でそこでちょうど同じような質問をしたんですね、こうもう残していた景色なんですかみたいな話をしたときに、やっぱり入学式とかで桜が見えたりみたいなことはもうなくなってきちゃったりとか、こう今までのこう家族での思い出みたいな形もどんどん変わっていくんだろうなっていうのを、そこで感じましたねうん他にもね、チャリンコさとさんや断捨離計画中さんからも、えー、失いたくないものは子供たちですっていう、ね、のが来ています。 あとねこちらもちょっと面白いんですけれどえチャーリー畠山さん居酒屋の桜水産がどんどんなくなっていますランチタイムは定食500円でご飯味噌汁卵が食べ放題これ以上失いたくないです切実うん、うん、ちょっとあの面白いと言っちゃいましたけどこれ確かにこれは切実だ500円でご飯味噌汁卵が食べ放題、まあ、これもなんかねいつ,いつかさあの頃は良かったね古き良き時代の 桜水産500円でってなっちゃうのもね想像したらなんか嫌ですよねそうですねでもこういうのたくさん増えてくるんだろうなって思いますよね昔はこの野菜がついてきたのにもうついてこないよみたいなことはもう全然ありえるよなって思いますね,すねツイッターから「はちえさん、はい、私が失いたくないものそれはお金です」あとは「池田進さん、えー、と失って初めて分かることもあるしな」って確かにこう、うん。 今あるとやっぱり気づけないですけど、そうかこうやっぱ自分の特権とかの話でも結構こうなりますけど、こう自分はあるからやっぱり気づきづらい、こうなくなったら嫌なものとか自分にないものって気づきにくいっていうのはやっぱり本当にあるよなって思いますね。当たり前すぎてね、うん、それがいつかなくなるって想像すらしたことないってう結構あるかもしれない。それで関すそれに関して言うと、私はあの最近東京の方が。 めちゃゃくちち空が綺麗なんですよ<ー>あのちょっとね、まあ、ほ本当にお天気荒れてる地方もありますけれど、はい、東京うちこっち東京の方は雲がめちゃくちゃ多くて私雲が結構好きなんだなって最近思い出して<ー>なんか雲一つないあの日本晴れっていうよりかはうん、うん、雲がいっぱいなんかこう流れている青空の方がなんかこう見てて気持ちがよくて<ー>で最近なんかね窓を開けると「ああ綺麗な青空」ってねこう独り言,言言ってるんですよ。<へー> <laughs> <laughs> なんかねちょっと言っちゃうつい口から出ちゃう,うでもそれぐらいなんだろうなあの大事にしたいなって最近ちょっとセンチメンタルに考えてましたあ私もあのちなみに失いたくないもの考えてて梅雨とか結構失いたくないなと思って<ー>こう私6月生まれでこう梅雨の時期誕生日なのでそれで好きっていうのもあるんですけど雨が降らなすぎてことしこあんまり雨自体がすごく好きってわけじゃないんですけど 久しぶりに降ったときによかった、雨降ったと思ってサンダルでわざと水たまり入ったりとかして子供でも、紫陽花とかも全然咲いてる期間なかったかもと思って短かったですよね、あまり楽しめなくてって思って季節とか四季とかどんどん失われていってしまうのかな、変わさたつもりも最近減ってる感じしますね確かにそうね。なんか恵みの雨だ って思いながらね、うん、ピチピチちゃぶちゃぶ、らんらんらんしてたのは、もう昔のようなき感じがしますね。本当ですねこう野菜とかもそれで不作になったりっていうのもあるかなと思うんですけど、えっと、ツイッターで魔王中村さんから、うん、そうね、専業農家のおいらとすれば、一般の方々が自分は何を食って生きているのかっていう意識がなくなるのが怖い、なくなる方が怖いというのをいただいてますね。うん、確かかかにここれはこうフファストフードとととコンビニで買ったりとかが増えてくると、うん 本当にどこから誰が作ってどんな工程があって何を使われているものを私が今食べているのかっていう考える機会はどんどんもう本当に減っていってしまっているなとこう感謝みたいな部分はなくなっていってしまっているかもしれないう、ね、もう大事にしなくちゃいけないっていうのは今改めて感じましたね,そう,ねそういうただただこう供給と需要なんて言葉じゃねもうなんかまとめちゃいけないような感じがしますよね生きるための 食べ物っていういこちらね、えー、とラジオネームない方から頂い,いてますが、えー「ふるさと青森の世界遺産白神山地と自然をなくしたくないです」っていう LINE が来てまして、うんえー、白神山地をねちょっと、あのー、検索してみたら「もののけ姫」の世界かなって思うぐらいめちゃくちゃもう緑と青のこの。うん もうマリアージュっていうのかなすごいあの山とか林森の中の写真が美しくてこれ青森の、えー、世界遺産なんですって日本初の世界自然遺産白神山地これはねちょっと皆さんの画像検索されたらもうこれはなくしちゃいけないってきっと思うと思います。ね、守っていいいかななきゃいけない自然は アフリカサバナだけじゃないでですすよねね本当ですねこうやっぱり人の手が加わらなかった場所はそのままで残しておいて加わったところは私たちが手を加えることで残しておく必要があるっていうのを会津、えっと、の原生林を守っている方から聞いたことがあって、はい、やっぱりこう責任を持ってこう手を加えて守ることも大事だし手を加えずに守るっていうこともうこういろんな方法があるにしろ やっぱり守っていかなくちゃいけないなっていうのは感じますねうん他にもですねすごく身近なところでは、えー、座敷わらしさん私が失いたくない身近なものは犬との散歩の時間です犬に限ったことではないのですが東北の郡山市でも夏の時期は暑すぎて日中は散歩ができませんこれは以前からでしたが近年散歩できる時間が短くなってきている気がしますこれ以上犬とののんびりと散歩のできる時間が なくなってほしくはありませんああ、これも切実だいやでもその時間失いたくない時間っていう視点いいですねやっぱりすごくあるなって思いますねそうよねなんか散歩に行こうと思えば行けるんだけどその快適にのんびりとね、うんうん、あの散歩外に出て行ける時間が短くなってるってこれ真面目に考えてちょっと あの死活問題にもつながるんじゃないかって <laughs> いやほ<ー>ん<ー>ですねでも子供が外で遊べる時間とか<ー>こうどんどん減っていくんだろうなっていうのはこう思ったら悲しくなっちゃいますしでもやっぱり子育てされてるお母さんとかあのご両親の方とかからお話を聞くと、うん、外で遊ぶのやっぱりすごく好きでどんな天気でも外に出たいって言って からこうどうしていいかみたいなことをおっしゃってたりもしたのでうん、うん、やっぱりそれ考えるとこう諦めちゃダメだなというかやっぱり。 根本から気候変動を解決して、こう今の適応策で、じゃあ室内で遊べばいいじゃないかとか、そこではなくて。うん、やっぱり自然を守ったり、気候変動っていうこの危機感を共有することが大事なんだなっていうのは思いますね。うん、黒部さんは子供の頃どんな外遊びしてました?。ああ、でも、こう日曜日になると、父親も休みになるので。一緒に公園に行って、家族で私は姉がいるので、うん、こう一輪車の練習したりとか。あ、一輪車懐かしい。やってましたね。ね全然乗れなかった。<laughs> 乗りました?。あ、乗ってました。え、いいな。はい もうそれはすごい楽しかったですしそういう時間今思い出してもすごい微笑ましいというかあの心があったかくなるのでやっぱりそういう時間そこの公園もすごく自然がたくさんあってあ大きい広かったんだはい、そうですこう鳥が飛んできたりとか、うん、そういう中で遊べてた経験ってすごく貴重だったんだなっていうのを今 振り返ると思いますねねそうね、うん、私もなんか父親があのソフトボールやってて<ー>でそれがあの多摩の方にあるソフトボール場でなんかそのシーズンになると毎週末あのうちらも連れてくれてねあのそのあのパ,パ,パパ友とあのソフトボールしててで、まあ、大人たちがそのパパさんたちがソフトボールしてる間にあの子供たちはなんかそこら辺のこうなんか林の中に入ってなんかいろいろこう探,探検したりん,なんかただただこう。 ぶらぶらしたりなんか木登りしたり本当にこう何かしてたと思うんですけど本当にこう何もしなくても楽しかったんですよただそこら辺なんかぶらぶらするだけで何、うん、だろうこれ何だろうこれって感じでいや確かにこう虫とかどんぐりとかそういう自然のものでたくさん遊んできた経験 私も今思思いいいい出すとっっぱいあるななて思いましたね,ねなんかその自然と好奇心が湧いてくるんですよね、うん、子供って。うん、なんかちっちゃいなんかもう大人からするともうどうでもいいじゃんそんなのって思うような <laughs>、うん、なんかこう肩つむりとかさ蝉の抜け殻とかさずーっとこうやって見つめてて、ねうん、早く行こうよって思うんだけどぐっとこらえて、うん、それを何がそんなにすごいんだろうって子供の目線になって見てみると、うん、あなんか尊いな。そううううですね、うんうん、うん 私やっぱりそれそこに需要を見出してそのじゃあその虫をいっぱい作って販売すればいいじゃないかとかじゃなくて <laughs> それが自然にあるんだっていうううでで買えるよよじゃななそんす自然にあって自分たちで見つけてこう触れ合って自然とのつながりを感じるっていうところをこう大事にし続けられるかどうかっていうのもすごいこう大事だよなって今、聞いてて思いました。そやな あとですねこちら <laughs> えーとなぜなぜ関西弁になってしまったんだ私は一体えっとですねいくたんさんからのラインです、えー、失いたくない身近なもの最近心に芽生えた柔らかい部分です <laughs> うーん気になるそれしか書いてないんですけどいやちょっと詳しくなんかいいことあったんですかねいくたんさん <laughs> えその柔らかい部分はあのちゃんとね 守っててあげてくださいねいねやでもすごい大事な気がっぱり心の余裕があるからこそいろんな問題に目が向くしこう自分が今どんな社会でどんなことをしてどんなこう経済的な圧とか社会からの圧っていうのを気づくためにやっぱり心の余裕とか<ー>そ,ういうそういう時間ってすごい大事なので、うん、ぜひ大事にこう失わずにいてほしいなと今思いました。そうかここ なんか柔らかい部分ってその、まあ、同時に弱かったり脆弱だったりねうこうさらけ出されてるってことと、まあ、結構つなあの関連性はあると思うんですけれど最近自分がなんかいいなと思っているその言葉が「ヴァル,ル,ルネラビリティ」っていうんですけど「ヴァルネラビリティ」さらけ出す弱さ。 っていう意味で,でそれがね今そのなんか例えばまあマインドフルネスとか,のそのなんか人間行動心理学の界隈ですごくこうあの重要視されててやっぱりその自分の弱さをこう安心してこうさらけ出せる相手とかまあ自分自身にも実はねこう認めたくないその弱さとかあの辛さとかねそういったところをあ私はこういう感情なんだ今っていうことを認めることって実はすごくなんか。 あの、閉ざされている部分だと思うんですよ。うん、それをちょっとね、今黒部さんが言ってくれてみたいに。その余裕を持って、なんか自分の感情を。感じるとか。なんか向き合うとか。そうすることでね、うん、なんかちょっと優しい世界が半径5メートルから始まるんじゃないかな。本当に、自分がこうさらけ出したら。こうさらけ出してくれた人のことも、こう受け入れられるし。やっぱりそういう心を持つっていう輪が広がっていったら。 もうもっと社会問題とかの解決にぐっと近づいていく気がしますね。うんですね。うん、はい、えー、この後も、えー、バディの黒部むつみさんとトークしていきます。皆さんからの普通のお便りもお待ちしております。えー、この後はメンターズボイス。その前に1曲ロッドバルトバロン虹と虹。 TBS ラジオからお送りしている明日のカレッジ、キニマンス塚本二木と、バディの黒部むつみがお届けしていいますはいえー、あの黒部さん、前回さ、あの明日イベントがあるんですって言ってませんでした、はい、そうです、えっと、先週の放送後、22日に渋谷でイベント開催して、ねえっと、このクライメートクロック、先ほど紹介いただいたクライメートクロックが7年切るのに合わせてイベントを。はい 開催したののでちょっとその様子を聞いいてください本日の25時をもってこのクライメントクロットロが7年を切りますで今日ここに集まっていただいた皆さんがここで危機を改めてこの数字見て感じたっていう方もいると思いますしもっと広めたい希望を感じたっていう方もいらっしゃると思うんですけどこんなに素敵な活動をしている仲間の方 てみんなでこの気候変動を本当に今行動するもの間に合うっていうのを考えてこれからも一緒にアクションしていけたらいいなと思いますのでこれからも一緒に頑張りましょう皆さん今日はありがとうございました これあの先週の、えっと、金曜日22日に渋谷で、はい、え開催されたイベント「もう7年切っちゃうよ」っていう名前のイベントですけれどちょうどこの次の日に次の日の朝にこう7年を切って、うん、先ほど言ったみたいにタイムリミットが6年3 5十七日とかになってしまうっていう節目節目こう お祝いの節目では全然ないんですけどこう改めて今まで7年何日とか7年しかないんですっていうのをいっぱい言ってきてたのでそこがついに6年になってしまうっていうところで結構最近気候変動の影響も感じてたのでこうみんなこう悲観的になってしまったりこうもう間に合わないんじゃないかっていう雰囲気がこのアクティビストの間でもちょっと流れていたのでそこでこう改めてみんなで今の気持ち共有したりとか。 こうまだ間に合うっていうことを共有してこんなにいい仲間がいるっていうことも確認してこう改めて気合い入れてこう希望を失わずにこう見失わずにやっていこうっていうのを確認するというか。 みんなで盛り上がるっていうのはちょっと不思議な表現だけど確かにそのなんかああもう6年になっちゃったよとかそういう焦りとかなんでこんなにあの取り組みが遅いんだっていうその怒りとかね、うん、フラストレーションももちろんにあの皆さんアクティビストの方々感じてると思いますし、うん、まあ一般のね、うん、市民の中でもなんかちょっとどうなっちゃうのこれマジでっていう気持ちもあると思うんですけれどそれをなんかちょっとあえて こういういいクラブイベントみたいな BGM、ね、の方も、はい、呼んだりとかみんなでこう <laughs> 今これについてどう思ってますかみたいなのをチャット,チャットというかこう書いてもらってスクリーンに映し出して、うん、じゃあこれ書いてくれた人説明してもらえませんかって言ってマイクを渡したりとか、うん、そういう感じでみんなが発言したりとかお互いに共有したりこう結構やってること自体はポジティブなメッセージが多めになるようなこうちょっと気持ちが明るくなるようなこと。 っていうのを中心にやりました<ー>、はい、例えばどんな、あのー、コメントを、ね、成功体験を教えてくださいとか、うん、こう希望を持てるようにこう何か変化したなっていう成功体験を教えてくださいっていうのとかでこう自治体に働きかけをして実際に宣言出してもらえたとか、うん、こう再ネが進んだとかそういうのもありましたし今の気持ちを教えてくださいとかでこうやっぱりちょっと絶望を 感じずにはいられないなっていう意見もあったんですけど。うん、でも、こう仲間がいることを確認できたとか、そういう意見もあって、あ、よかったなって。思ったりしました。うん、で、ここでちょっとイベントに参加してくださった方から感想。や、コメントをいただいたので、<お>それを聞いてみましょう。東京都調布市から来た山本大樹です。 今日でこの七年切ってしまって、まあ七年後まだ自分もまだ二十代でこの気候変のティッピングポイントが来てしまうっていうのは本当に実感としてやっぱり特に時計を見てると一秒一秒ってどんどん減っていくのが目に見えてわかる。改めて今日もすごく見てて思いました。とフライデイズフォー・フューチャー埼玉所属の加藤芽生えです。やっぱり最初ちょっとすっごい緊張してたんですけど、質問のやつでみんなの回答とか見ていくたびにやっぱり楽しみもあるし、あこれから やりたいことももちちろんあるから諦めちゃいいけないなっってて思えたたりり勇気がやっぱり持てました私は20代後半で環境の活動もしてるんですけど若い人たちが安定志向だったりとか,なんかこういうことはなるべくやりたくないみたいな人が、まあ、多いのかなみたいな印象があるんですけど自分がやりたいことが10代後半とか。 20代前半ですごい明確であるってこととかはものすごいかっこいいことだなって思いましたのリリアンです私3年4年ぐらい前から気候変動の活動をやってるんですけどあの時はもうアクションって言ったら道に出てでも抗議しかなかったのがいろんな形でいろんな人たちに自分らしくメッセージを伝えたりだとか。 企画する人たちがこんなにも増えててでその人たちが今日集まってじっくり話ができたっていうのが私たちの成長に気がついたし嬉しかったですこのイベントを企画しましたアナクションのミオです、えっと、7年を切ってしまうって思ってちょっと焦りを覚えたんですよ。 で日本で気候変動活動をしているプレイヤーが少ないからその1人にやらないといけないことがのしかかっているだけでみんなが少しずつやったらすごい大きな効果になると思うので7年切ったよっていうタイミングでもっとたくさんの人にちょっと私もできることやってみようって思ってもらえたらいいなと思います。 はい、ありがとうございます。なんかすごくあの十代二十代のね方々が結構中心で集まってたような印象ですけれど、うんね、さっきあの小野リリアンさんもいたんですね。はい、いました。はい、あの挨拶の会議にもね何回も出てくれてますけれど、あのリリアンが言ってたのすごいわかるなって思って、その今まではまあこういったその環境保護とかねその気候変動のことを訴えることころで、うん、まあその。 まあプロテストというかその抗議デモをして、うん、なんかこうなんか反対とかそうです、ね、何々しろっていう感じのイメージが私の中にもどっちかとあったんですよなんか環境保護を気候変動対策をえるためにはこうなんか怒りを道に出していかなければ国は変わらないんじゃないかっていうなんかそういうところももちろんねあのこれからもやっていく必要はきっと場面場面であると思うんですけれどうん、うん、それとはちょっとなんか。 まあバイブ使えてってっいうコミュニティをまず作ろう大事にしようっていうのがすすごい感じてきましたうそうですね今回やったこのイベント自体もどこかの団体が主催ではなくて、うん、私が所属しててさっきミオが「アナクションの」って言ってたんですけどそのアナクションも。 主催の一つではありますし他の環境 NGO だったり気候変動に取り組むコミュニティだったりいろんなところの方たちが来てくださってこうお互いの役割を共有したりとかやっぱり先ほども言ってましたけど、うん、こう道に出てこう強く訴えることもすごく大事だしいろんなアプローチがあるからこそたくさんのところに届いてこう社会が変わっていくきっかけになるなのでなんかそういういろんな役割を担っている人たちが集まれたっていうのもすごい希望を感じる。 こう一つの要因だったのかなっていうのは思いますね。そうね。なんかフライデイズフォーフューチャーとか、うん、アナクションとか、うん、あの三百五十とかね、まあ、はい、いろんな団体がこう横のつながりで、うん、特にこうなんかこうなんか。 たまにさ、あるんですよ。そのなんか主義主張をこうぶつけ合って、なんかあ,あっちの団体はちょっと違うんですよって。ね、なんか、私<う>目的なのに。そう、そういうのがすごく感じられないのが、うん、まあ、もしかしたらだけど、うんうん、その、この、まあ、ゼ世代と言われている方々の、若い人たちの。その、あの、一緒にやっていこうよっていう感じが、すごくいい感じで伝わるのが好きだな。うんうん、私、こう、今回、こう、クラブイベントみたいな雰囲気があって。 ドアも開けてたので、う覗いて何やってるんだろうって見てくれる若い方たち、気候変動っていうワードがポスターとかに書いてあったので、あそれかみたいな感じで見てくださってたり、実際に中に入ってきて、お話ししてくださった方もいて、すごい新しい形でアクションができて、良かったなって、すごい思いなんかリスナーさんも参加してたらそうなんですよ、聞いて、あそういえばイベントあったと思って来てくださって。で 実際にお話私もしましたし他の参加者のこともこうたくさん交流していてああよかったなというかうこういろんな方が来てくださったのがでこう今までつながってた人だけじゃなくてそうやって新しい方ともつながれたっていうのがすすごく貴重だっったなって思います、ね、これからもこういったそのリアルの集まりとかやっっていけそうですか、うん、そううでですすかねちょっとコロナまた増えてきちゃってうこうどうかなってところではありますけどでもやっぱり。 こうみんながいるんだな、こうつながりがあるんだなっていうのを思えるだけでもこう。希望を失わないっていうことにつながるなと思ったので。こうぜひ、こういういろんな団体を横断した企画とかも。増やしていきたいなって思います。うん、そうね、やっぱその。あのいろんなね、こう訴えとか、主張とかはあるんだけど。うん、まずその連帯っていうものを、こう、うんね、強くしてね。はい、こうみんなで一緒に、こう。 これまでのあここからの残された時間、今ちょっと見てみましょうか、クライメートクロック、えーうん、6年359日、1時間と50分8秒、7秒、6秒となっていますけれど、そうね、まあ、あと少ししたら、で6年358日となりますけれど、まあ、これをね、こう毎日毎日、ずっと見てるのは、げんなりしちゃうから、うんね、あのどっか頭の片隅にね、こうたまに思い出すぐらいで。 じゃあ自分たちがポジティブに、うん、ハッピーにピースフルにやっていけることってなんだろうっていうことをね、はい、これからも模索していきたいものです。はい、はいえー。そろそろ別れの時間となりましたけれど、はい、え黒部さん来次回の担当は8月11日の木曜日でございます。はい、はい。それまで何かこう告知とかありますか？ そうですねでもこれからもアナクションとか他の団体も気候変動に対してこういろんな取り組みとかアップしていると思うので SNS、インスタグラムとかもよく更新しているので見てもらえたらなと思います。イベントの様子も載っているのでぜひチェックしてしてほいいいなと思いますはいぜひぜひ、えー、来週木曜日のバディは中健さんです、えー、ここまでのバディはアナクションのメンバーで環境アクティビストの黒部睦美さんでしたありがとうございました。 はい、えー、この後はメンターズボイスをお送りします。絵本で伝える無国籍の人々の実情について、早稲田大学教授の無国籍ネットワーク代表理事、陳天治さんにお話を聞いていきます。えー、その前に一曲お送りしましょう。えー、アメリカの バラク・オバマ大、元大統領が今年の夏のプレイリストを公開しました。えー、オバマさんこれ毎年やってるそうなんですけれど、えー、いろんな人からのリプライを受けて、えー、新しいアーティストを教えてもらって、それをもとに夏のプレイリストを公開してるのが楽しみだそうです、えー。そんなオバマさんのプレイリストの中から一曲。ジャック・ホワイト、I'm Shaking。 ジャック・ホワイト、I'm Shaking をお送りしました。ジャック・ホワイトさん、今来日中ですよね。えー、明日から3日間にわたって開催される、フジロックフェスティバル2日目の土曜日のヘッドライナーとして出演予定です。見たかった。行きたかった。あの、行かれる方いましたらね、ぜひ、ちょっと感想をメールなどで送ってください、えー。その他の皆さんからもメッセージお待ちしております。 Ashitano College College

え先日、明日のカレッジャテにある絵本が届きましたえ。そのタイトルは、虹色のペンダント、国籍のない私たちの話。え本の作者は陳天治さんと、弓村ききさん。 絵本のイラストは中井香ささんが担当されています究極のマイノリティ無国籍の人々の実情を伝える絵本とのことですがこの無国籍とはどの国からも国民と認められない 国籍を持たない状態にある人々で、世界にはなんと少なくとも1000万人以上の無国籍者がいると言われています。え、日本では2020年6月の時点でえ出入国在留管理庁には645人の無国籍無国籍者が登録されていますが。 えー、この人数は在留資格のある人のみを対象としているためおそ、えー、らくもっといるのではないかと言われています、えー、そこで今日はこの絵本「虹色のペンダント国籍のない私たちの話」の作者であり絵本のモデルでもある早稲田大学教授無国籍ネットワーク代表理事の陳天智さんにこの現状を詳しく聞いていきます陳さんよろししくお願いますよろしくお願いします ははいどうも、はいめめましてはじめまししてて、はい、今回はねあのすごく私自身とても勉強になったあのこの絵本がねあの実は陳さんがモデルになってるというところをすごくちょっと興味深く、はいえー、聞かせていただきたいと思ってるんですけれど陳、はい、さんご自身は、えー、32歳まで無国籍のまま日本で暮らしていたということですがこれはと、はい、どんなバックグラウンドでそうなってしまったのでしょうか あ私の場合は、両親が中国系で台湾を経由して日本に移住してるんですけれども、はい、ちょうど50年前ですね、うん、日中国交正常化、1972年に日中国交正常化の時に、両親は台湾の中華民国の国籍を持って日本に来日したので、台湾の方の国籍がもう日本では無効になってしまう。はい そうする、その時に、日本国籍にするのか、もしくは中華人民共和国、中国国籍にするのか。っていうの、を、こう、まあ、選択を求められたんですが。その時に、どちらも選択せずに、国籍になった、というのが、うちの、あの、経緯です。その時、私はまだ赤ちゃんだったんですね。はい。じゃ、本当に、その、はい、国の事情で、タイミング悪かったという。<laughs> まあ、すごくざっくりとした言い方ですけれど、ね、ご自身には全く何の,、ねあのまあ、悪いこともしてないのにたまたま無国籍になってしまったということですよね、うん、はい私の場合はそうですねはいでそんな陳、えー、さんは、えー、大人になるまで、まあ、その無国籍というご自身の<ん>、えー、状況をあまり深く考えることはなかったのでしょうかと一,一番 <laughs> あのか初めてこう無国籍だって思ったのはあの飛行場でどこの飛行,場にもあ飛行場からも出られなくなったことがあって、はい、と旅の途中にあの出られなくなったことがあって初めてえ私、本当に無国籍なんだって国境ってあるんだって感じたのが最初ですね。そ飛行それがちょうどだ大,大学時代だったと思た、はいます 飛行機に乗って海外国に行こうとしたらあの、止められたってことですかいや、海外行って、日本に帰ってこようとしたんですよね。はい、でそのと途中に台湾に寄ろうと思ったんですが、台湾にも入れなくて、日本にも入れなくて、え<っ>とあのどこにも入れなくなってしまった、まあ、この絵本にもあのそれは書いてあるんですけれども。も、はい、それで、はい、あのなんか なんか昔トムハンクスが主演した映画でなんかザターミナルってそういうあのねちょっとあのお話がありましたけれど、チンさんの場合はそこでどうどうされたんですか？空港から出れなくなっちゃったんですか？まさにそのターミナルのももっと前に起こったんですよね。で私はどこにも出られなくなってしまってでまあいろいろこうあのイミクレの人と。 やり取りをして最終的には説明をしてイミグレの人もいろいろ手続きをどうにかしてくれてよううやく出られたっていう感じですへでもその無国籍者というお話もねもう本当にあの陳さんのような方もいればいろいろな事情でそうなったという方もいると思うんですけれど、うんはい、このごの本についていたあのその文章に「究極のマイノリティという言葉がすごくとすごく、はい <laughs> なんか印象がすごく強かったんですけれど、うん、あのこのこ言葉に込められたのはどうういった訴えでしょうかとやっぱり私の場合はその国交の関係ですがあと国籍法がぶつかり合って、うん、重国籍が生まれ,る生まれて生ますよね例えば大坂なおみさんとか、はい、そういうケースその裏で無国籍の人も発生してるんですよ国籍法のぶつかり合いで。はい あとは移住することによって親の国、親の国籍法の国、出世主義と血統主義がぶつかり合うとか、うん、そういういろんなタイプ、あとは民族差別とか、そういうので国籍、あの本当にその国からも、自分が生まれ育った国からもあの国,あの国民として認められないっていう。う そういったことがあるので、そういった意味で本当に究極どこに帰ったらいいのかわからないどこが自分の居場所なのかわからないっていう意味でも、はいとまあ、究極のマイノリティというふうに表現、はい されていると思いますそれはあの、うん、決してこの個人のアイデンティティの問題ではなくてもう法律で認められてもらえないということですからご自身がどんなにあのここで生まれたんですここでずっと暮らしてるんですって訴えても、うん、いやあなたはここのこ,ここに属する人ではありませんって法的にはなってしまうで、うん、確かにそのそう国籍法というのも まあ、国によって結構違ったりしますもんね。うん、日本だと。はい、まあ、その血統主義というものがあ,あって、うん、まあ、親が日本人だったら。日本国籍を与えられるというのが、うん、まあ、うん、私の理解ですけれど。そうではない国もたくさんありますよね。はい、そうなんですよ。まさに世界中、それぞれの国が自分のあの法律をもとにして血統主義にしたり。 あとはアメリカとかブラジルは出席主義ですよね。そうすると、あの国籍法が、まあ移住した先とか、もしくは親、お父さんとお母さんの国籍法が違うっていうことで、あの、無国籍とか、重国籍になってし、なる。 ケースがありますね陳、うん、さんは今回、えー、ご書かれた絵本この虹色のペンダントを通して、えー、どんな、えー、方にどんなメッセージを届けたいと思ったんでしょうかあと子供とかみんなあんまり国籍のことそもそも考えることはあんまりないじゃないですか。 穴があるんだよって、そういう法律、もう国籍があって当たり前と思っている人が多い中、実は国籍とか法律には穴があって、隙間があって、うん、そこから落ちてしまう人もいるっていうことを多くの人に知ってもらいたい。で、子供の頃から少し国籍って何だろうねっていうのも考えて、あの考える、こう考えるきっかけに触れるきっかけがある、あればいいなと思,思いました。あとは、 無国籍の当事者の人たちとかが無国籍でも全然自信をあのなくす必要はないで無国籍であっても,もう人と人との関わりで自分のアイデンティティを大切にすれば私たちは、まあ、地球人としてもっと、うん、あのみんな本当に同じ人間として平等なんだっていうのを知ってもらいたいなと思ってそう,そういった意味 意味をを込めて人参色のペンダンダトをこうあの学生たちと一緒に作りましたはいこちら、えー「無国籍ネットワークユースも協力されている」とね、はい、表紙に書いてありますけどでも本当そうですよね、うん、あの国境とか国なんて人間がね、まあ、権力者同士が勝手にこう戦争とかしてこっから先はうちこっから先はそっちっていう風にね勝手に決めたものと私はまあ思っちゃうんですけれど、うん、そこの抜け穴でねちょっとたまたままあ 例えばたまたま生まれて日本人だったっていう人がいるみたいにたまたま生まれて国籍をもらえなかったっていう人もま同じぐらいのたまたまでいるっていうことはあの初めて私もね考えさせられたことですしでこのまあデータにあるんですけれどまあ世界に少なくとも1,000万人以上の人が国籍を持ってないっていこれはちょっとねなんか驚きですしまあこの日本の状況でいうと。 陳、まあ、さんのような方がね、まあ、あのろ最低でも645人おそらくもっといるだろうとされてますけれど、うん、この無国籍者問題をあの変えるためにはどういいったこととが必要だと思いますかとあの実はあの私の場合は ID カードの上に「無国籍」ってしっかり書いてあったので、はい、自分も意識することはあってあとは「 銀行に行ったりアパートを借りようとするとえ無国籍どういうことああって言ってなんか悪いことしたのかしらって思ったりそうそう差別されたりしたんですよね<ー>アパート貸してもらえないとか銀行の口座作れないとかっていうことがあったんですけど<ー>あの私の場合はそれが書いてあったことでそうされたけれども逆あと他のケースは どこどこ国籍って書いてあって実はそのそこの国に国籍がない人がいるんですよ。えー、ややこしい意味わかります、はい、あの例えばに、はい、日本で生まれたあの難民の2世とかは、はい、日本ではどこどこ国籍って書いてあるけれどもその,あの親たちの祖国には。 あの出世届出されてなくてそこには国籍がない人っているんですよなるほど自分は何々人だと何々国籍だと思ってたけれど <laughs> えあの届けでもらってませんよって実はなってるってで本当にもうなんか書類問題で国籍もらえないっていうことですよね、うん、<ー>そうなんですよそういうことがあってあとその書類その行政の手続きの漏れとか で国籍がもらえなくなってる人がいるんですよいや漏らすなよその大事なところっていやそういうこともたくさんあるんですよ国籍ネットワークでは法律相談をしてるんですけどそういう相談が来て例えば結婚しようと思って、はい、あの届け出に行ったらあの自分が無国籍だったことを知ったって大人になって知るケースとかもあるんですよね だからそういうケースも早く認知、無国籍者の認知っていうのをしっかり制度化してほしいなと思います。うん、あとは、社会的には無国籍の人がいるっていうことを知ることで、その無国籍の人がいるっていうことを知って、それを差別しない。はいうん っていうのができたらいいんじゃないかなというふうに思う思います。はい、まあ私自身もこの無国籍の人々のことを、えー、初めてこうしっかり考える機会いただきました。こちらの五本、えー、絵本ですね。大月書店から発売中の虹色のペンダント、国籍のない私たちの話。 えー、これについてもっと詳しく知りたい、えー、本が読んでみたいという方3名様にプレゼントとしていただいております、えー、ぜひね読んでみたい方は、えー、明日のカレッジの公式ツイッターのチェックもしくはメールで感想今日のお話の感想とご連絡先をお送りくださいん、えー、さんお話どうもありがとうございましたいこちらこそどうもありがとうございますここまでのメンターズボイスは 早稲田大学の教授、そして無国籍ネットワーク代表理事の陳天次さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日,カ明日のコレッジ明日のコレッジ TBS ラジオ今週の推薦曲キンキキッズで Amazing Love をお送りしましたこの後はお知らせを挟んで毎月最終木曜日にお届けするコーナーハスミンのりゆきアナウンサーが地域教育分野の専門家にお話を聞いていく親の心コシラジです チーク教育ラジオ親の心こしラジ明日のカレッジをお聞きの皆さんそしてニキさんこんばんは TBS アナウンサーの羽澄紀之です今週のこの時間は TBS 地域教育ラジオ親の心こしラジをお送りしますこの番組では地域教育分野のさまざまな専門家のお話を伺っていきます では早速ゲストをご紹介しましょう本日はスタジオに映画監督の郷田智さんにお越しいただきました郷田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、郷田智さんは2010年公開の映画生まれるから命と家族をテーマにした映画を撮り誰もが自分の夢を実現してハッピーに生きる社会づくりに貢献することを人生のミッションとして取り組んでいらっしゃいます そこで郷田さんに伺いますがもともと会社員だったと伺ったんですがうですどうして辞めちゃったんですかもうこれは一言で言うともう夢を追いかけるぜベイビーっていう心境ですよね <laughs> うんまずは郷田さん自身が夢を、はい、追いかける方だったんですねそうですね<ー>当時は29歳なんで、はい、もうギリギリですよね夢を追いかけるには <laughs> ある意味で。で特に まあ、ビジネスマンから映画監督っていうと、はい、一大決意というか、はい、もうビビりながらカナダに渡り <laughs>、えー、どうしてカナダのバンクーバーなんですか、はい、一つが29歳から行くとなると、まあ、時間がないわけですよ。でアメリカの映画学校って大体3年間のプログラムだったんですね。でそれがカナダだと1年間ぐらいで行けるっていうことであったりとか。 あとは、実はカナダの、まあ、バンクーバーにいたんですけどバンクーバーっていうのはあの北米で第3の映画都市として実は知られていて、はい、まあ有名な映画テレビドラマの撮影をたくさんしているところだったんですね。はい、まあそれもあったたので、えーまあ、バンクバーにしたと いうようよな感じですねあ確かに私も以前取材でバンクーバー行ったことがあるんですけど、はい、アメリカの例えば映画や連続ドラマをあえてカナダで撮影しているという作品も数多くあると聞きましたそうですね「X メン」Men、シリーズとか、まあ、シュラツネッカーとかウィル・スミスとか、うん、まあいろんな大作の映画をやってましたね。で、はい、でもそそのカナダババンクーバーに渡った先でどんな勉強をするかというとおそらく 映画を作るお勉強なんじゃないかなと思っていまして今回具体的にお話を伺いたいのはドキュメンタリーのお話なんですが、はい、カナダに行った時点ではドキュメンタリーへの興味ってあったんですか全くなかったですねなかったんですかもう全然ドキュメンタリー見たこともないぐらいだし、はい、なんか 暗くて退屈だみたたいいなそういうイメージでしたよね、はい、どっちかというと僕はもう「ザ・娯楽映画」の方を作りたくて、ええ、で脚本の書き方から演出の仕方、はい、撮影の仕方編集そういったことを学んで劇映画を作るぞという気持ちで行ったので、はい、ドキュメンタリーなんて授業でも多分23時間しかやってないんじゃないですかね。どうしてじゃあドキュメンタリーを撮り始めたんですか 激映画をやりたかったものの、まあ、やっぱ食べていかなきゃいけないじゃないですかでその時にたまたまドキュメンタリーにお仕事をいただいてでやってみたら、まあ、面白かったんですよね。というのもあのドキュメンタリーの場合は、まあ、答えがわからない結果がどうなるかわからないっていうところがすごく作り手にとってはエキサイティングなところがあってで徐々に徐々に、まあ、ハマっていって、えーまあ、沼に今どっぷり使ってるという感じですね。 あのこれまで過去の作品振り返りますと2010年公開の映画「生まれる」こちらを原点に「生まれるずっと一緒それから「ママをやめてもいいですか」さらには先週末7月22日から公開をスタートしています最新作「子ども会議」まで一貫して「家族、子ども、命」ですねこういったテーマをしにした作品が多いんですがこれをテーマにするようになった いきつつにてつて教ええもらえますかはいありもともと僕はこの分野といいますか全然興味がない分野だったんですよねなんですけどまあ一言で言うと僕は幸せになりたたかったんですよ田さん自身がなんで自分幸せじゃないんだろうなといろいろ考えていくと僕がその時に出した答えっていうのが親との関係をよくしないとなんか本当の意味で幸せになれないんじゃないかなと。 いうまあ、思いい込みに近いものがありましてですね、はい、で僕はあの長らく親とすごく関係が良くなかったんですよね。<ー>で僕はどうしたかっていうと家族の原点って何だろうって考えたら生まれることだなというふうに思って、うん、それで「生まれる」という映画で、まあ、出産をテーマにいろいろ向き合って撮影を始めてという感じになりますね。はいうん で、今回ですね、あの、私が実際に作品を拝見しまして、お聞きしたいのが、新作の子供会議という作品です。もう、本当に、あの、笑ったし、泣きましたし。いい作品に仕上がっているなって、あの、思いました。ありがとうございます。えー、あれ、どのくらいそ。そうなんですよ。いい撮影期間はどのくらい用意したんですか、あれ。撮影というか、まあ、制作期間は四年ぐらいですね。あ、四年。はい。まあ。 撮影場所を探すのに1年ぐらいかかって<ー>で撮影がまあトータルで3年かかりおうおうで特に大変だったのが編集なんですけど、はい、編集はもう本当にね冗談の時で100個ぐらい100バージョンっていうか、はい、やり続けて<ー>もう丸々2年かかって<ー>でようやく生まれたという感じですね先週。へえいろんなお子さんいたと思うんですけど、はい、あのカメラを回すぐ 立場としてなんかこう印象的な場面とかなんか楽しいなって感じるようなことそうですねやっ,やっぱりあの子どもたちが会議をする、ええ、まあ丸くなって対話をするんですけどもいろんなテーマで、うんはい、それは本当にもう毎回面白かったですね、えー、で特に僕は神会と呼んでるのはどうして生まれてきたんだろうねって話をするああああ会が <laughs> もう本当に面白くて、はい。 一人なんかねどうして生まれてきたんだいって聞いたら、えー、あの僕は人類を増やしたのに生まれてきたんだっていう <laughs> ありましたねもう少子化対策会みたいな <laughs> そんなこと考えて生まれてきたのっていう <laughs> <laughs> そんな子もいれば、うん、僕はね東京ドームシティから生まれてきたんだみたいなああ な,なぜそうなるのみたいなまあおそらくその前の週に東京ドームシティに遊びに行ったのかなとかね <laughs> いろいろ思ったんですけどいやもう最高でしたね<ー>もうしかも由美子先生、はい、あのお話聞いてらっしゃるんですけど瞬間的に「 たぶんね今由美 <laughs> 子先生絶対今自分の気持ちをコントロールしようと頑張ってるなっていう瞬間とかが垣間見えるんですよこれはもうあくまで私のまあ先入観というか絶対そうなってるはずっていう目で見ちゃってるんですけどカッキー先生もねあの男の先生もほんといいなんかキャラクターでね,うでね、うん、話を盛り上げるのも上手でで。 まあ変な言い方ですけど職業として子どもたちに接するという状況とまあ私は郷田監督のように実際の実施に対する子どもとの接し方って多少マインドはここは違うと思うんですよ違うと思うんですけどとはいえ一人一人の子どもたちの意見にちゃんと耳を傾けるっていうこのシンプルな作業が。 ものすすごく大事なんだとと、ね、いうことが分かりますね子育てしているとどうやって愛情を表現するかってすごく大きな鍵になるじゃないですか。これ僕撮影してて気づいたんですけどね、はい、あるところから愛情のかけ方って 親としてはバージョンアップしなきゃいけない時があってそれで何かっていうと、はい、あの5歳6歳ぐらいまでは身体的なスキンシップがすごく多くなるものの、うんはい、成長に伴ってどうしてもハグとか、うん、抱っことかおんぶとか、まあ、肩車とか、はい、そういうのって減ってくるじゃないですか。はい そうするとどういうふうにしてスキンシップを図っていったらいいのかなって思うとこれね精神的なスキンシップに移行せざるを得ないんですよね。その精神的なスキンシップって何かっていうともうまさに対話なんでしょう。子供と話をする子供から話を聞く。でただこのね対話って僕ら学んできてないじゃないですかだからどういうふうにしてこの質問を投げかけて子供から言葉を引き出すかっていうのってなかなか難しい分野なんで。 そこはね親として学んでいかなきゃいけないし、はい、大切な要素だなっていうのはねなんか映画を作ってて学んだところの一つですね。うん、映画の撮影と編集を経てまあ、それを通じてゴダ監督が考える対話っていうのはどんなものをこう理想としますか。ちょっと変な例えになるんですけどよく会話と対話ってどう違うんですかって聞かれるんですよね。はあ会話と対話。 でこれ微妙にやっぱ違うなと思っていて会話って情情報と感のの交換のような気がすするんですただ対話っていうのは思思考と思想の交換なんですよね例えば「今日学校どうだったの?」とか「ご飯どうだった?」とかこれってただのまあただのといったらあれですねまあ必要な会話なんですけどこれよりももっと先に自分が考えていること子どもが感じていること うん大切にしてることとか、うん、そういうところの領域までタッチできるとより親子のスキンシップっていうの図れるようになるんじゃないかなっていうのがなんか最近ちょっと思うことでありますねあれお子さんも大きいんですか今十一歳の小六ですね小六,小六はい十一歳って結構難しくないですかめちゃめちゃ難しいです <laughs> もうね僕ママはやめてもいいですかって作ったんですけどあ <laughs>、はい、れね僕がねパパはやめてもいいですかって思ったからなんですよね本当 <laughs> に、えー、対話してますか。 これがねね僕全然でできなかったんすよもう学校行ってどうだった普通楽しかった別に以上みたいなそんなのがね本当に何年か前まで繰り広げられていて全然娘と対話できなかったんですけどこれ子供家族が作って本当にありがたかったのがやっぱ撮影と編集を通して子供とどう対話するかっていうのはやっぱ作品の中にヒントがめちゃくちゃいっぱいあるんですよね。 だからそれで僕自身も学んで娘とどういうふうにして話をしていこうかっていうのがすごく分かるようになったのでそれで今は娘とはすっごいいろんなことが対話できるようになってというのが一番の副産物といいますか<ー>。はい えー、最後にですね。あのこの番組はまあ、育児に励んでいらっしゃる方とか、これからあの出産を控えている方とかですね。色んな方が聞いていらっしゃいます。ぜひですね。あのこの番組をお聴きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いしたいんですが、どうですか？あ,ありがとうございます。まずですね。ごめんなさい。あのまずは子育てお疲れ様でございます。<laughs> やっぱ子育てっていうのは年齢によってどん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 とこうバージョンアップしていかな？きゃいけないところもあって、フェーズも変わってきますし。 大好きだよ牛っていうので良かったものがそうでもなくなってくる時期も迎えてきますし特にまあ5歳6歳を超えてくると子供とどうやって話をしていくかどういうふうにして質問してどう言葉を引き出していくかっていうところが自己肯定感を作り出していくっていう側面も出てくるのでと考えると、まあ、その辺りどういうふうにして取り組んでいくかっていうのは あのー、皆さんと一緒に考えていきたいし映画を見ていただけたらもうめちゃくちゃヒントがもう転げ回ってるんでうん、うん、しかもそれがですね子供からヒントをこう投げかけられるっていうのがすごく面白いところであるとも思いますし、まあ、とにかく笑える映画ですので笑いながら幸せを感じていただきたいなと思ってます。 ということで今日は現在公開中の映画子供会議の監督郷田智さんにスタジオにお越しいただきました郷田監督ありがとうございましたありがとうございました今日お話しいただいたことさらにここで紹介できなかった部分も含めて TBS ラジオの YouTube チャンネルで後日アップして配信しますのでそちらも併せてお楽しみください TBS 地域教育ラジオ親の心こしラジ このの時間のお相手は TBS アナウンサーの蓮見紀之でした。 Time to learn more. キニマンス塚本二木がお送りしています、明日のカレッジ、えー。ここでリスナーの皆さんから届いたメッセージをご紹介していきます。えー、こちらチャリンコささんニキさん毎日暑いですね えそんな今日お昼の12時に犬の散歩をしている人を見かけました。 先ほど犬との散歩の時間をなくしたくないというメールを聞きましたがこの暑さの中人が歩くのだって注意されているのになんでと思ってしまいます何か理由があって散歩をしているのかはたまた犬の方が暑いってことを知らないのかいつももやっとしてしまいますそして声をかけられずにいる私にももやっとしています本当は声をかけるべきなのでしょうかというお便りをいただきましたいやー私だったら絶対 大嫌ですけどねもう基本的に家ではもう遮光カーテンをねもうシャッと引いてもうできるだけどうしてもっていう時じゃない時はねもう家にいたい私ですけれど犬ってね人間よりもあの地面に近いじゃないですか。で結構ねその人間のようにこう汗をかいて体温管理ができないから結構犬って暑さに弱いんらしいですよね。 うんまあでもこうこう声をかけるかどうかってところすごくのお悩みわかります。私もねあのちょっと違うんですけれど、夜中とかちょっとこう薄暗くなってきている夕暮れ時にあの自転車でね走ってると前方に人間が見えるんですよ。で当然人間を避けようとまあ右か左に行くんですけれど、その次の瞬間犬がいるって気づくんですね。その犬をリードで引いて散歩していることに。 もう直前で気づいてうわっと避けたことがあるんです。でこれリードとかワンちゃんのこうまあねジャケットとかなんか首のところに光るものをつけてほしいなってめちゃくちゃ思うんですよね。なんかの反射板とかいろいろ売ってますけれど。 その暗い中で犬の散歩をするときはお願いだから犬をもっとあの目,だっ目立つようにしてくれってすごく思ったんだけれど言えないまま事前してこうサーッと言ってしまったことがあります。だからチャリンコサトさんの場合はもしねその方よく見かけるのであればまあなんかあワンちゃんかわいいですねみたいな感じでちょっとこうねいい人のようにこう近づいていてでなんか向こうがお話聞いてくれそうな感じだったらでもワンちゃんも暑いでしょうねって 感じでまあなんとなくこう探り探り行ってみるのどうかなその時にね反応が悪くても後から考えてくれるかもしれませんしねあの難しいですけれどねあのモヤモヤされるなら思い切って食べ物でやってみてはどうでしょうか。<laughs> お便りありがとうございました。え毎週木曜日皆さんからの普通お便お待ちしております。最近こんなことがあった、こんなことにもやっとした、にきさん聞いてーというもの何でも構いません。ぜひお送りください。 えー、赤坂 TBS ラジオのスタジオからラジオと YouTube ライブでお送りしてきました明日のカレッジクローズのお時間です明日は武田砂鉄さん担当の金曜明日のカレッジ小説家の中村文則さんがデビュー20周年ということで、えー、対談集を出版されました、えー、中村さんにいろんなお話を伺っていくそうです明日もぜひラジオと YouTube ライブの両方でご参加ください、えー、この YouTube でアフタートートクして きます良ければどうぞご参加くださいそれでは今日のクロージングは「ディープフォレスト」「スイートララバイ」でお別れです。ニキとはまた来週月曜日ここでお会いしましょう。それまで皆さんどうぞ健やかに。See you next Monday! バイバイ はいどどどうううもどうもも、はい、最近ちょっとねタブレットの、ね、充電スピードがめちゃくちゃ遅いんですけど多分スマホ用の充電器を使ってるからだな独り言でした、えー、皆さんこんばんはどうぞようこそアフタートークの時間でございますお疲れ様でしたお疲れ様でした今日もなんかいろいろ いいろろ旅をしした感じがしますねでもなんか今日ね「あの失いたくないもの」っていうねテーマでやってましたけどあっそうなの、ね、全てが、ね、全てがつながる循環する、うん、それが明日のカレッジで, <laughs> でよろしいでしょうかありがとうございますほ、えー、他にもねいろんなあのメッセージ届いてました、えー、アルキーミアさん いつもそばで生温かくいてくれた友達海外行ったことある人のつながりで知り合った友達でなんか生温かい感じのつながり失わないためにしていることはそのままの姿でいること互いが互いに遠慮しないことを求めてる感じ互いが互いに遠慮しないことを求めてる感じ海外に行った人のつながり、まあ、旅先でね会った人たち なんかこういい感じの距離感でつながるままってありますよね、まあ、昔一回なんかすごいこう短いけど濃い深海、ねね、的にね一緒にどっか行ったとか、はい、なんかウェイってしたとかディープな話し合をしてたとか、はい、そういうところから生温かい感じのつながりをねずっと保つってのを。 なんかいいですね、うん、そういう,こうベタベタって感じじゃなくて、うん、なんか何かあったら連絡ちょうだいそういい距離感ですよねやっぱりね、うん、全然あのいつでも来なよとかいつでも連絡しなよっていうあのお互いをこう信頼してる感じですもんね、うん、なんかいつもいつもこうなんか「連絡何してるどうしてる?」なんてなくてえ西古住さん「失いたくないものは紙の本です」 紙の本をめくるときのワクワク感と紙の感触は何ものにも代えがたいです。電子書籍だと本の内容が頭に残りにくい気がしますが紙の本は本の内容が残りやすい気がします。本は目だけではなく手で読むものでもあると思います。わかるああののさんねあの 紙の本って何です本本で, <laughs> ですか本本本はしょ紙の本以外何,何があるんですか <laughs> でっていう,もう電子書籍一切認めない派の人ですけれど、うん、私はまあものによってはねまあこれでもいいやんって感じであれですねあの映画を2倍速では見たくないけど、まあ、ちょっとこう短い動画だったら 2> 2倍速っサクサクってと,とりあえずこれちょっと押さえておこうみたいな、はい、そういう分け方はしてるかな本でも。うん、でもも紙の本本は私も本当に <で>ね、いいっすよね匂いとか,かたまにけんぽんとかいただくんですけど封筒から取り出してでこう手に取るだけであ紙の匂いがする。はい、<で>まずあと図書館とかも好きなんですけど古い本の香りもちょっとねなんかあんまりこうベタベタ触られてるものもあるからそんなにこう顔をうずめたくはないんですけど <laughs> す、ね、なんかねあの 多分自分のおじいちゃん、おばあちゃん時代からあるのかな、この本って思うような、さすがに、まあ、はいごまあたまにね、なんか本当に50年前とか60年前の本とか、はい、あの大学の図書館で見つけましたけど、なんか、うん、歴史の歴史の重みみたいなもの、本で感じます、ね。なんか、要所って重たいイメージですよね、んあとなんか。その すっごい厚紙でね。はい、でねで,でも紙はすごいパラパラなんですよ。<ー>紙めっちゃこうまあ聖書とかもそうですけれど、なんか聖書の紙って結構なんかちょっと光沢感あるティッシュみたいな感じで薄っぺらいんですよ。でもサラ,サラサラってくるんですか？サラサラサラでなんかこうゆっくりこうそっとそっとめくらないとうっかりうっかりビリってなっちゃう、ね、<laughs> 電子書籍の聖書ってどうなんですか、ね？ 電子書籍の書籍もたあ多分ありますよ。<あ>なんら、ね、聖書アプリとかも多分あるし、<ー>あのまあ、本当にあの想像でしかないんですけど、多分多分合ってると思うんですけど、なんか？ 今日の聖書のお言葉っていうのを教えてくれるアプリとか絶対あるだろうなって一日一,一日一節みたいな <laughs> 昔うちにあのカレンダーあったんですけどす、ね、聖書の今日の聖書の言葉みたいな,<ー>なんかトイレ、ね、なんか毎日めくるみたいなそういうのはありましたね。 あとは、えっ、ー、とですね、もう1個くらい行こうかな。えー、SKFROMLA さん、ありがとうございます。失いたくないもの、それは希望です。真面目に考えれば考えるほど希望をなくしてしまいそうですが、人類はそこまでバカではないと信じて、人類の未来を信じて、自分のできることをやっていこうと思います。うん、素晴らしい今日ですね、希望は本当に、あの、 普段あんまり意識しないことかもしれないけれどなんかで絶望とか <laughs> ねあのそっちの方がこう重く感じるじゃないですか、はい、人ってなんかネガティブなところにどうしても意識いきやすすんですよね,う,ですねうわ最悪とか、はい、でもなんかうわ最高って最悪って思う時ほど。 多くない気がすするんですよかなんか意識して最高な瞬間をちゃんとい認識しようって思わないと確かかに長くいきますよね、うん、なん,かねねなんかちょっとこう赤あの信号を渡ろうと思ったら赤になって「うわ最悪とか」とか駅に行ったら目の前で電車行くかって「あわ最悪」とか、はい、なんか,なんか <laughs> いろんなことをなんかこうネガティブに捉えてると希望って。 目の前に希望があっても、それに気づか、そう、気づかなくなっちゃうと思うんですよ。ね、あ、あと2分で電車が来る、最高って思えなくなっちゃう。確か。かね、なんか、うん、これは。失ってから気づくものもね、あるよねっていう方もいましたし。今の話で思い出したんですけど。はい、小学校の頃、うん、悲惨という言葉が流行って。悲惨。やばいみたいな感じです、ね。<laughs> 小学生それ悲惨。悲惨。もう超悲惨。超悲惨。それ、やっぱ言い過ぎてたら。 担任の先生から皆さん悲惨という言葉禁止ですっていうお触りが出たのを思い出しました。どういう時に使ってたんですか？なもう要はやばいと一緒です。何かあったらやばいのと一緒で、もうもうすぐ悲惨うわもう悲惨あそう悪いやばいですよね。はい。うん。ちょっと悪い言葉。ちょっと鉛筆忘れた悲惨。小学生ですよね。ノリが。本当本当なんかあの言葉が面白くなっちゃうんですよね。で禁本当に禁止になったんですか？禁止なりましたね。言ったらなんかなんか罰則とか。当時はあのモミジっていうのがありまして。モミジ。 あの先生が手のひらで背中にパチーンってやる、ええー、体罰 <laughs>、はい。うちらはでもそれ先生みんな好きだったんでされたいっていうのもあったんで、ああスキンシップとしてね、はい、なんか愛があったんですよね。<ー>痛いく<ー>痛いは痛いけどそこまで痛くない,っていう。まあなんかその座禅の時のあのバチンみたいな、またされた方が嬉しいみたいな。えー、ちょっとこう借金をするんですか。はい <laughs> じゃあわざと悲惨って言ってたり、いいやつもいましたね。<laughs> <laughs> お前今悲惨って言っただろうみたいな、お前も言ったなみたいな。<laughs> そっか、なんか流行ってたんですね。流行ってましたね。あでもなんかそういうのどどこもありますよね。小学校のなんかクラスで流行る、そういい言葉じゃないですからね。<あ>うう私は私じゃないんですけど、あの日本に一時帰国した。 まあ、中学生ぐらいの時かな小学校の同級生に久しぶりに会ってでなんか一緒に過ごしたら「微妙」って言葉をめっちゃ使ってるんですよ。で,でなんかその「微妙」っていう言葉意味はしてたけど、はい、日常生活で使う言葉では私はなかったんで、はい、なんかそのあなんだろうな本当にはあなんかちょっと微妙なって何でもかんでも微妙っていうのはなんか新しいなって <laughs> ほぼ思ったの。 覚えてますすねそれは微妙禁止にならなかかったですかうんいや私は別にどうでもよかったんですけどもしかしたらその子の学校でまあその子もあのインターナショナルスクールってってたんですけど、はい、多分インターの方でもみんななんか微妙って「まあ、いつ、uh, かな微妙? You」know? って言いやすいですよね。<laughs> そう多分あのバイリンガルの子たちが「なんかいやああいちょうど微妙」みたいななんかちゃんぽんで話したのかもしれないなってちょっとね想像すると笑っちゃいますけど。 あそうそうだからたまになんかは帰国所有の子たちとかまあインターだく子たちとかたまになんかこの前もねどこだっけなんか微妙って言われるぐらいやったらもうはっきりだめって言ってもらった方がこっちは嬉しいですよねこれあん微妙この食べ物微妙じゃなくて美味しくないって言ってもらった方がいいなんかその微微妙妙ってどうな検討しますって感じですよねちょっとそうかちょっと持ち帰ってもらいますみたいなノートは言わないけどちょっと考えさせていただきますみたいなうん すごく日本的な言葉ですよね、微妙って。中なんか絶対にイエスではないけど、ノーっていうのも言わなくても分かるでしょ、ちょっと察してよっていう。微妙今日ね、あの、無国籍の方のお話したじゃないですか、ちょっとこちらの5本お見せしますけれど、虹色のペンダント、国籍のない私たちの話。 えー、今日ねこのお話を書かれた、えー、陳天治さん、えー、という方にお話を伺いまして。 まあの無国籍の人についてね考えたことってまあその知識としてはあそういう人もいるんだっていういろいろねその国交の事情だったりまああの戦争が起きたりとかねもう国家が崩壊したりとかでいろいろなねその事情で本人には全くあの責任のないところでそうなってしまうことがあるんだけれどっていう話をしてたら。 匿名の方からねお便りいただきましたありがとうございますアフタートーク見てくれてるかな、えー、今日の無国籍についてのお話を大変興味深くお聞きしました父が無国籍ですがあまりそのことについて話そうとしないので無国籍とはどういう状態かなぜそうなったのかよく分からなかったのですが、うん、陳先生のお話を伺って少し知ることができました、うん、貴重なお話をお聞かせいただき本当にありがとうございましたといただきましたありがとうございます お父様が無国籍ってお子さんはどうなるんでお,お母様がおそらく国籍ある人だとしたらで生まれた時に申請してないと多分ダメなお,お母さんの子供として申請したらお母さんと同じ国籍になるってことまあねこれもでも多分また国とか家族のね構成の事情とか法律の穴とか。はいはい 書類の漏れがとかで変わっちゃう,う、ね、からもしくは、ね、その国の問題で思い出したくない過去があってあんまり言いたくないっていうのがあるかもしれないしそうね。 勝手だなっててどうしてもでできないですからねもちろんねなんか自分はこの国で生まれてすごくの誇りを持っている、うん、とてもあのこの国が大好きだ、ね、堂々とこの国の人間だってなれる人の方が圧倒的に多いと思うんですけど、はい、世の中でもそうじゃない人たちのことを、まあ、か知るだけでも、うん、なんか。 うんねまあ、すぐに何かが変わるってわけではないと思うけれど、私としてはもしこれからね、うん、あの私実は国籍がないんですって人と会ったらえ何それってビビらないようにはなるかなと思いました。いや本当そうだと思います、ね、うん。なりたくないしねなんか<れ>えどういうことえやばくないって言われ。に困ってないってことですよねなんか困ってたら言ってっていうのもできるし。そうですよねだからそのすべてのね無国籍の人があの国籍が欲しい。 っていうのかどうかちょっと聞くタイミングちょっとなかったんですけれど国籍があれば差別されないってことだけど、はい、国籍がなくても差別されない方がいいじゃないですか。はいはい だからこちらがね、知ることで防げることじゃないですか。うんうん、差別に関してはね。そう。だから、こちらのご本はね、あの陳さんご自身の、えー、まあ、老いたち、ご経験を。はいえー、元にした、ご、絵本ですので、まあ、子供でも、えー、まあ、読み聞かせてでもね、できますし。あの、まあ、小さい子供が国籍って何っていうときに、まあ。 あのお話をするなんかきっかけになるんじゃないかなって思いますので、うん、ぜひねあのプレゼントとして3冊いただいておりますので,です明日のカレッジの公式ツイッターに、えー、応募されるかもしくはこのお話の感想を、えー、連絡先と一緒にご住所と一緒にメールで送ってください。また後書きにに、ねはい、詳しく国籍についての情報も そこ完う、大人目線です。はい、ちゃんとした、あの、そう、その、まあ。ええ、まあ、なぜね、無国籍になるのとか、どんな問題があるのとか、そういうところも詳しくね、書かれていますので。まあ、大人でも、はい、勉強になる。本はい、無国籍料理美味しい。で、田口さんが。無国籍料理って。あの、なんか、まあ、あれじゃ、あの、あの、フュージョン。フュージョン。 多分多国籍料理ってことじゃないかな、例えばなんかのお寿司にね、あのアボカド乗せたりとかカ、カリフォルニアロール的なカリフォルルニアローとか、あと、なんだろうな、カレー味のざるそばとか、ないか、<laughs> あるかな、でも、つけ麺でカレー味はありますかつ、ね、け麺でカレー味は、えあるんですよ。かん つけだれがもうカレーのああなるほどねあそれ美味しそう美味しいですそれ完全に他国籍フュージョンフュージョン料理ですねフュージョン料理ですよねそういうこと <laughs> あー あとですねね皆さんから、ね、もうちょっと今日はね普通歌募集したからもう少し読もう,かなそうで,す、ね、なんではい、えー、アルキーミアさんから来きましたニキさんこんばんは,、はい、こんばんは僕はこの前横浜の動くガンダムを見に行ったのですがニキさんは動くでかいガンダムに興味ありますか <laughs> あります動くでかいガンダム見たいですはいえー、っとですねこれだから私これ初日動いた初日 行ったんですかいや行ってないんですけれど、はい、赤坂でなんかねなんか取材が入ってまして、はい、取材あるいは、えっと、年末のちょっとこう取りだめする分のためにちょっとこう泊まってたんですよホテルにでちょっとあのもうお,お昼と夜ねやってたんで,でちょっとホテルで休憩しててでテレビつけたらあのいよいよガンダムが動きますっていう番組やってて。 それすごいじらすんですけれどいよいよあと少しでもうちょっとでその前に VTR をどうぞっていつで動くのってもうそわ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 しながらあのそのガンダムの歴史まあそのもうアニメーターの方々のもう歴史と,ねもうと当時の話とかすごく事細かに VTR で説明していて。 でその実際にその動くガンダムを作った人たちの,あの現場の様子とかねもうどれぐらいの技術がそこにこう詰め込められててどれぐらいの思いでそのいい年した大人たちが本当に動くガンダムを作るぞっていう感じでこう真剣に目をかかせながらそのデザインとか設計してる VTR 見ながらすごいねワクワクしちゃって。 でようやくようやくあのー、か,ろうじてか,かろうじて私がここスタジオに戻ってくる前に入れたんですけどプシュープシューってこうライトが光ってスモークが出てでなんかジャンジャジャンって感じで動き始めるんだけれど緊急事態発生ってなって<え>こうウんかウォーウィーウォーウィー,ーウォー,ーって異常です異常が発生しましたなんちゃらかんちゃらしろって <laughs> でそれでこうあのすごいアトラクション感がねあって。 でそれで、なんかごめんなさいね、ちょっとあのガンダムに詳しくないのバレバレなんですけれど、それでこう異常事態発生から無事に正常に戻って、はい、でまたガンダムちょっと動いて、でおしまいみたいな、であのチームレボリューションさんが、西川,さんが西川さんがそこのイベントの司会をやられてて、ずっと興奮状態で。 あのやってたんですすけどってまからねでもねそんな私そこまで「ガンダム」で育っているわけじゃないんですよね「ごめんなさい」なんて言っちょっと94年に日本出てニュージー行ってでその直前に「G ガンダム」をリアルタイムで見てはいました。あのガンあとあれ コロコロだっけボンボンだっけあの SD ガンダムの漫画を近所の,あのこの家で読んでたっていうなんですけどなんかあんまりねあのメカ系にそんな興味なかったんですよ子供の頃うでも G ガンダムはちょっとこうなんかそのジャキンジャキンジャキンドアゴーっていうそのメカ以外のシーンがなんかまあ面白かったでろはね。 正直ちょっとねあの飛ばしちゃって <laughs> まあまあまあなんかちょっと早めあの <laughs> でもあれですよ「あのドラゴンボール」とかの,あの戦うあのところもなんかちょっと会話のところだけでいいやみたいな思っちゃうんですけれどすみたいな <laughs> でね「ガンダムウィングの」あのビデオを、まあ、ニュージーランドで入手しまして。 そこでしばらく、えー、ときめいていたそれは違法じゃないですよね、えー、ちゃんと送ってもらってたやつですか,うかんそれはちゃんとちゃんとあるところから送られた <laughs> ある <laughs> あるビデオでしたけれど <laughs> あのガンダムのねあのムのアニメのね、はい、ガンダムウィングのね、はい、あのディオ・マックスウェルの、えっと、画像を生徒手帳に貼ってました <laughs> へー。 <laughs> どんだけって感じですが、ガンダムの記憶がジーなの面白いっていくらかてますけど、いや本当にねあの元祖からなんかちゃんと見たいなって思うんですけど、いっぱいありすぎてさ、そうですねファーストからねかゼータいてダブルゼータイとかありますからね。そうでもどうせならなんかこう初代から見たらちゃんと、えー、だって横浜で動いてたやつって初代ですよねあれガンダム。そうですよね。ファーストガンダムですもんね。はいはいファーストガンダムですよね,、はいはい、すよねはい。うん。 なんかファーストガンダムもなんとなくみもう原色カラーがわかりやすい白どンで赤青黄色っていうわかりやすいけれど、うん一番ガンダムらしからの G ガンダムでそうなんかねそれもなんとなく知ってる G ガンダムが実はすごいちょっともうシャイニングガンダムなんかあの僕も初め見た時はちょっと納得いかなかったなんか違うってこれガンダムじゃないと思ってましそっかでもいいんですけどねそそれはいいんですけどはい。 はいそうですねまあガンダムウィングが一番しっくりきた最マイファーストガンダムかなってガンダムウィングは女性すごく人気出たんじゃウィングはねだって美少年5人が出てくるから、はい、そりゃそりゃ、ね、<laughs> <は>もうねえ <laughs> そう多分それ、ね、狙ってたでしょ作ってる側も <laughs> ちょっと浅はかですが、はい、まんまと引っかかりましたしかもね主題歌は「トゥーミックス」っていうねはい そう、あれ、昨日かなんかが。がトリビュートアルバムが出たばっかりですよ、ね。あ、そうなんですか。ええ<ー>。そうなんですね。ドラゴンボールのアニメは雑な時と丁寧の時の差が激しいですが。動いて見える原作を読むと、鳥山さんの凄さが伝わりますよ。シーサードスカートさん。ね、なんかドラゴンボールもほん、こんぐらいあるじゃない。何十巻あるっけ、ね。六、五十巻とか。そこまでいってます。四十巻ぐらいだった。っけ四十巻ぐらいだった気がするんですよね。うん、あれも本当にね。 効果線の使い方とかなんかあの,あ,あの時代って言ったらちょっとそんな昔でもないの分かってるんですけどなんかすごく線がはっきりくっきり綺麗に描かれててうんうっっ、ねうん、なんか丁寧なね、うん、ところすごい分かります。でも今のそのおあののそ主に初期の方のアニメ見ると 雑だなって思っちゃう <laughs> なうんかすごいこうシャッシャッシャッって書いてるような線でね <laughs> セルガですもんね,うよねうんそうですねまあでもそういうあのー、皆さんからの「普通次ありますかじゃ。えっとじゃあもうそうですね、えー、新宿パスタさん太田由佳さんは同世代ですがサファリまで出向かれて本当にすごいなと思います。 おどうせ誰ですか新宿パスタさん、ねまあ、なかなか行動力ありますよねい<や>だってもともと <laughs> 環境保護やりたかったけどなんとなく、えー、観光学に、えーえーっとえー、入って、はい、でサファリガイドいやなかなかねか免許取られてね向こうでちゃんとねん銃の撃,つか撃ち方とかあそ,ううそっか、はい、いざという時に身を守るために動物から守るためにも いざという時に、そういうことも。へえー、そうだよね。なんか、こっち、えー、右に見えますのがーって、なんで。そんなんじゃないですもんか、ね。ライオンの群れでございます。<laughs> そっか、いや、行ってみたいな。アフリカ。アフリカは本当にね、<laughs> あのー。いろんな国に行ってみたいと思っています。なんか、都市部も見たいし、そういうサバンナみたいなところも。 見てみたいし日本じゃ見れないですからね多分この国の常識すべてひっくり返されるようなっていうイメージが逆に怖いかもしれないですね新たな自分にね、出会いちゃうああ、けんけんさんどうですかアフリカ行ってみたいですアフリカでちょっとなんか海岸してしまいませんか海岸したら帰ってこないかもしれない海岸ツアー帰ってこないかもしれないです人類はねみんなもともとアフリカから来てますから帰りましょう母なる土地へ 海じゃなくてね <laughs> 海じゃなくてそうです母なる大地へ戻りましょうってうそんな感じではい、えー、皆さんからのお便りどうもありがとうございましたえー、っとですね来週木曜日何か告知ありますか 来週木曜日ですか。はい。ちょっと調べるんで。調べるんで。明日はですね金曜日ですので佐哲さんのご登場です。え小説家の中村文則さんがデビュー20周年としまして、えー、対談集などのお話を、えー、いろいろされていくということです。 舘津、はい、さん結構最近小説家の方ん、ねんか呼んでいるイメージですけれど、ね、<laughs> あとそうですね花澤香菜さんもねああのクロワッサン、ね、パンにあの顔をうずめるのが好きな方とかもねお呼びしてますけれどいやなかなかて津さんもああ見えていろんな顔をお持ちですから。 ゲストに合わせてやっぱトーンが違いましたねあの時はねやっぱねやっぱりいつもの低いトーンじゃなくちょっとこうそうそう低めにしてるつもりなんだけどあ結構なんかちょっと悪い気がしないなっていうね最近ずちゃんとトークしてないなあ確かにそうですよあれいつぶりすか去年の12月そうですねまあ本出された時でしたよね ちょっとすれ違ったりね、なんかが、やっほーって言ったことあるんですけれど、ね、一緒にトークする機会も、まあね、舘津さんのこう負担にならない程度で、私、おしゃべりしたいと思っております。いいつかまた来てほしいですねアアピール、うん、アピールアピールル はい、で、そしてですね、えっ、ー、と、来週の木曜日は、バディは中堅さんが、はい、あの、来てくれます。多様な性について配信されている中堅さんと、えー、男性学を研究されている大学生の小野幸喜さんにお話を伺います。はい、え若年男性の自分推しファッションについて聞いていくそうです。はい、最近の男の子の、えー、ファッション。 どんなものなんですかねそういういいところを探っていきますえそして、えー、サイエンスエンターテイナーの五十嵐美樹さんはい前回以前以前ねあの出てもらいましたけれど、はい、ここでペットボトルに入れてシャカシャカシャカしたら美味しい美味しいバターになって私あれ結構お家であでペロペロしてましたパン,ですかパンに塗ったり、うん、あの目玉焼き焼く時にちょっと使ったりめっちゃ美味しかったまたバター作ってくれますかね 言えば作って。バターの、バターのお姉さんみたいな。バターの人みたいな。はい、半導体不足について、教えてくれるそうです。そそもも半導体ってね。美味しくないやつ。なんだと思います。食べられないやつ。食べられないやつ。硬い、硬いもの、本当に硬いですか。うん、半導体はですね、あの機械に入ってるもの。 まあその程度ですよね、うんっ教えはい是非教えてもらいましょうということで皆さん是非、えー、来週も明日もお楽しみにしててください、えー、それではお休みしましょうまた月曜日お会いしましょうバイバーイお疲れ様でした